やっほ、ズンダモンなのだ。どうも四国メタンです。突然だけど、メタンは死海って知ってるかな？え、死の海だなんて物騒だわ。ちょっと怖い響きだけど、普通の海なのかしら？安心してほしい。物騒なのは名前だけなのだ。死海はイスラエルとヨルダンの国境にあって、現地のイスラエル人は温泉感覚で入りに行くのだ。え、死の海が温泉感覚だなんて変わってるわね。視界ではまるで無重力状態みたいに人がプカプカと浮かぶことができて、浮き輪なしで本を読んだりリラックスができるのだ。あ、その写真なら見たことあるわ。あそこが視界だったのね。知らなかった。そんなリゾートなのにどうして死の海なんていう物騒な名前が付けられているのか気にならない？確かにどんな場所なのか気になってきたわ。というわけで今回はそんな視界について解説していくのだ。そもそもの話なんだけど、視界は海じゃなくて湖なのだ。そうなの。早速常識が覆されたわ。とても細長い湖で、その大きさは南北 60km、 東西 17km にわたるのだ。ピンとこないけど、どのくらいの大きさなの？だいたい605平方km だから、韓国の首都ソウル市と同じくらいの大きさなのだ。すごく大きいです。こんなに大きいんなら相当深いんじゃないのかしら？そうなのだ。実は死海は世界中の塩湖の中で一番深い。死海の底は海水面からマイナス423メートルと地球の表面で最も低い場所にあるのだ。全体の水深を平均すると377メートル、一番深いところは433メートルもある。浮き輪なしで浮かぶのはちょっと勇気がいるわね。沈まない理由は後で説明するから安心するのだ。わかったわ。さっき視界は湖だと言ったけど、ヨルダン川という川から水が入ってきているのだ。水が入る川があるなら出る川もあるのかしら？そんなものはねえのだ。え、水の入り口はあるけど出口はないのだ。現地の人々はそんな視界のことを流れ出る川のない湖と呼んでるのだ。じゃあ湖に水が溜まり続けてしまうじゃない。視界のあるヨルダンは砂漠の地帯なのだ。メタンは砂漠と聞くとどんな気候を思い浮かべる？暑くて乾燥している。そうなのだ。だから視界に入った川の水は乾燥によって蒸発してしまうのだ。乾燥が水位を制御してるなんて自然は不思議で面白いわね。ここでメタンも気になっていた視界の名前の由来を教えるのだ。待ってました。視界の名前デッドシーの由来は生き物が暮らせないことから来てるのだ。え、視界は塩分濃度が約 30% と異常なほど濃いのだ。これがどのくらい濃いかわかるかな？確か海の水の塩分濃度は 3% くらいよね。ってことはその10倍に当たるのかしら？そうなのだ。1リットルのお水に塩が 300g も溶けてると思ってほしい。視界の水はかなりしょっぱそうね。実際はしょっぱくなくて苦いらしいのだ。え、絶対しょっぱいと思ったのにどうしてなの？その理由も後で説明する。塩分濃度が高すぎて生き物が生きられないから視界デッドシーという名前がついたのだ。さてそんな塩分濃度の高い視界の水は普通の水と比べて重いか軽いかどっちだと思う？水の中に塩が詰まってるイメージだから普通の水より重たいのかしら？その通りなのだ。塩が水に溶け込んでいる分だけ純粋な水よりも重たくなる。さっきも少し言ったように視界には水の出口がないのだ。その上砂漠だから気温がとても高い。そんな高温で水の中に溶けるだけの塩が視界の水の中に溶け込んでいるのだ。視界の水は塩でギッチギチなのだ。じゃあ溶けきらない塩はどうなるの？結晶になって湖のほとりに溜まっているのだ。これは正方形の結晶で結構綺麗なのだ。ほんとね、綺麗。ぜひ触ってみたいわ。普通の水より重たい視界の水だけど、この重い水が体が浮く原因なのだ。どういうことかしら？メタンはアルキメデスの原理を知ってるかな？かっこいい響きだけど全く知らないわ。流体の中にある物体が受ける浮力の大きさは物体が押しのけた流体の重さと同じになる。これがアルキメデスの原理なのだ。なんとなくわかるけどあんまりピンとこないわね。アルキメデスの原理を理解するには比重と浮力が重要なのだ。比重とは物質の密度と基準となる標準物質の密度の比例関係のことなのだ。余計わからなくなってきたわ。
文章で登場したある物体を人間の体に物体が押しのけた流体を水と言い換えると、人間の体と水の密度の比例関係が比重だということになるのだ。あ、ちょっとわかるかも。じゃあここで質問なのだ。人間の体の比重が水の比重より重いと人間の体は浮く沈むどっちになると思う？体の方が重いから沈む。正解なのだ。メタンは物分かりがいいのだ。褒めても何も出ないわよ。例えば摂氏4度の水は密度が一番高くなるのだけど、その純粋な水の比重を1とした時にそれより比重が大きいと沈み小さいと浮く。視界はこの比重が 1.33 もあるのだ。人間の体の比重はだいたい 0.93 から 1.1 くらいだから、例えば体重が 50kg で比重1の人が視界の比重 1.3 の水に浮かぶと、 50kg の体の3割が水の上に出て、体の3割と同じ量の 15kg が塩水の重量ということになるのだ。なるほどね。少しずつ分かってきたわ。ちなみに体脂肪率の低い人ほど体の比重は小さくなるのだ。つまりぽっちゃりしてる方が体が浮きやすいってことかしら。そういうことなのだ。人より簡単にプカプカできる。でも誰でも視界で簡単に浮かべる方法もあるのだ。その方法知りたいわ。それは思う存分リラックスすることなのだ。体が脱力しているほど肺やお尻お腹のあたりが浮き気味になって密度が薄まる。よって普通にしているより浮きやすくなるのだ。いいこと聞いたわ。今すぐ視界に行くわよ。メタン、行くのはちょっと待つのだ。視界にはまだまだ面白い話があるのだ。実は様々な難病を治す力が視界にはあると言われ、毎年何百万人もの医療関係者が研究に訪れているのだ。でもさっき生物は生きられないって言ってたじゃない。まあ聞いてほしいのだ。視界の水が苦い原因はミネラルの豊富さなのだ。視界の水を飲んでしまうと体内のナトリウムバランスが崩壊して内臓が火傷してしまうかもしれない。さらに視界の水が肺に入ってしまうと肺炎のような肺機能障害を引き起こすのだ。それってめちゃくちゃ危ないじゃない。本当に視界に治癒能力なんてあるの？もちろんなのだ。同時に視界には人間が健康でいるための栄養素がたくさん含まれている。視界は他の場所の塩湖と比べても太陽光からの紫外線がかなり少ない。そのため人間の健康に対しては様々な効果があると考えられているのだ。そうなのね。具体的にはどんな効果があるのかしら？手足の関節が痛むリウマチや腰痛に効くのだ。大気中に多く広がる花粉やアレルゲンの含有量も少ないから、病弱体質の人たちでも低刺激で治療できるのだ。自然の恵みが生んだ療養地になっているのね。そして観光客には泥パックも人気なのだ。視界の周りは天然の泥パックができる川が多く、美容効果のある泥を全身につけられる。体も健康になって美容効果もあるなんて最高。やっぱり私今すぐ視界に入ってくるわ。メタンは美容に興味があるの？もちろん。いつまでも可愛い私でありたいわよ。じゃあ世界三大美女のクレオパトラが視界で作ったコスメの話を聞きたくない？何それ、とっても気になるわ。クレオパトラは視界特有の塩や泥を使って大量の化粧品を作ったという記録が残っている。化粧品の工場跡地は今も現存しているのだ。クレオパトラの痕跡があるなんて素敵ね。他にも視界の周りには昔の人の暮らしがわかる痕跡がたくさん残っているのだ。視界の近くではかの有名な視界文書が発見され、これは20世紀最大の発見と言われている。視界は歴史的にも有名で聖書の舞台にもなっているのだ。キリスト教の聖典創世記の中で登場する。神に滅ぼされたソドムとゴモラの町は視界の南部にあったと言われている。そこから逃げ出したアブラハムの甥であるロトが過ごした洞窟は観光名所になっているのだ。聖書に出てきた場所が存在するのね。これが本当の聖地巡礼ってやつだわ。聖地巡礼できそうな場所は他にもあるのだ。新約聖書の一節でヘロデ大王が訪れていた温泉地や港の遺跡、視界とつながっている唯一の川ヨルダン川にはキリストが洗礼を受けたとされる洗礼地もある。他にもキリストの愛弟子であるヨハネに関わるムカーウェル遺跡も視界の近くにあるのだ。
また紀元前1000年頃の聖書時代だと死海は古代イスラエルのダビデ王がサウル王から逃げ隠れた場所となっている。ダビデ王が保養地として利用し世界で最初の保養地になった。死海の治癒能力にいち早く気づいていたのね。またミイラを作るためのアスファルトも昔は死海で製造されていたそうなのだ。アスファルトってそんなに昔からあるのね。死海の深部には黒い物質で作られた小さな砂利やブロックが途切れることなく出てきている。アスファルトに覆われている小さい像や新石器時代の頭蓋骨が遺跡から発掘されている。他にもエジプトで使われていたミイラ用の氷や肥料に使う炭酸カリなど様々な独自の品物が供給されていた場所だったのだ。昔は死海の特殊な環境でしか作れないものがたくさんあったのね。今説明してきたように人々の文化と共にあった死海の歴史は長い。死海は1000万年も前から形成されたヨルダンという渓谷の一部なのだ。およそ7950万年の白亜紀にはすでに海が広がっていたのだけど、その後海底が隆起した際にヨルダン渓谷近くに断層ができたと考えられているのだ。その海底隆起と同時にパレスチナ付近の高原も形成されてしまったのだ。つまりそこにあった海が完全に閉じ込められたってことね。この断層は西にアフリカプレート、東にアラビアプレートを持っている。西にあったアフリカプレートが東のアラビアプレートを圧縮したことで断層を挟み込む形でアラビアプレートが北に動いたと考えられているのだ。死海のとんでもない塩分濃度の濃さは昔ここが海だったことを示している。死海は1000万年という長い年月をかけて作られた歴史ある塩湖なのだ。ここまでをまとめると、死海は長い歴史をかけて作られた塩分濃度の高い湖で、昔の人は死海に助けられていて今は観光地になっているって感じかしら。死海の魅力が伝わっていると嬉しいのだ。でもこんなに長い歴史があるのに今まで一度も生き物がいたことがないの。いや、実は最近になって何かがいることが分かったのだ。何かいるって何よ。塩分濃度が高すぎるから魚類の生き物はとても生活できない湖ではあるのだけど、近年とても小さい魚が確認できるようになったのだ。死海で唯一水が流れてくる川の岸辺近くで小さい魚が泳いでいるのが確認された。なんだかちょっと嬉しいわね。確認できたのはその魚だけじゃないのだ。緑藻類であるドナリエラや古細菌類の高度抗原菌などの生き物もいたのだ。やっぱり唯一水が流れ込んでいる河口付近は死海の中心部より塩分濃度が低いと思われる。それは大きな発見ね。塩分が多いところにはまだ何もいないのかしらね。長年死海は生物が死んでしまう土地と思われていたが、近頃は少しずつ生物も生息できるようになっているのだ。そして岸辺の近くは塩水より淡水の力が強いので生物ももっと生息できるのではと言われている。小さな場所でも生きようとする生命のたくましさを感じてしまうわね。対して死海付近の大規模な地溝では熱帯に近い環境と動植物が見られているのだ。この死海地溝帯は初期の人類がアフリカを出てユーラシア大陸に広がっていく際の通り道で、1万年前の人類が農耕を始めた地域の一つでもあるのだ。農耕発祥の地ってすごいわね。そういえば塩分濃度が高いと生き物が暮らせないのはなぜだと思う？塩分の取りすぎって体に良くないし、そのくらいに思っていたけど説明できないわ。感覚としてはとても近いのだ。お魚さんたちは浸透圧の関係で死海では脱水状態を引き起こす。人間と魚類の体液内の塩分濃度は 0.9% ほど、それに比べ死海の水は塩分濃度が 30% もあるのだ。液体はその液体全体の濃度を同じにしようとする性質を持っている。このように水の移動を浸透と呼んでいて、浸透によって発生する圧力を浸透圧というのだ。ああ、それ理科の授業で習った気がするわ。浸透圧によって死海を含めた液体は低濃度の方から高濃度の方へと移動するのだ。死海では魚の体液の塩分濃度が死海の水より低くなってしまうのだ。魚の体液が死海の濃い塩分濃度の水と浸透圧によって同じになろうとすると、体液中の水分が死海へと放出され、魚はものすごい脱水症状に陥るのだ。だから魚類は死海では生きられないのね。そういえば海に住む魚もいるけど、海の塩分濃度も高かったはずよね。魚の体液の塩分濃度より海水の塩分濃度が高いと普通の海水魚も生きられないんじゃないの？
普通の海の塩分濃度は視界の10分の1くらい、その程度なら体液の塩分濃度を調節できるのだ。海の魚は海水を飲んでしまっても海水の塩分程度なら放出できるエラがあるのだ。そうだったのね、疑問は解けたわ。視界が規格外の塩分濃度だったわけね。規格外の塩分濃度に対応できず脱水状態になってしまう魚たちは人間のオアシスである視界に適応できないのだ。そういえばさっき視界にも生き物がいたって言ってたわよね。ドナリエラなのだ。ドナリエラはどんな生き物なの？正式名称はドナリエラ、バーダウィル。単細胞で楕円型、2本の鞭毛を持っていて、浴槽の一種の微細藻類、マイクロアルジェなのだ。マイクロアルジェって何なのよ？マイクロアルジェは植物の祖先なのだ。はるか20億年前、地球上に葉緑素を持ち光合成ができる植物の祖先が生まれた。植物は光合成をすると酸素を生み出す。マイクロアルジェのおかげで地球で初めて酸素が供給され、呼吸をする生物が誕生するきっかけになったのだ。マイクロアルジェが生まれてなかったら人間も生まれてなかったかもしれないわね。実は当時地球には強力な紫外線が降っていて、生物が生きられないほど悪い環境だったのだ。人間の誕生どころじゃない環境だったのね。その紫外線を阻止したのもなんとマイクロアルジェなのだ。マイクロアルジェが生んだ酸素の一部がオゾンに変化し、大気圏に蓄積され、地球で生物が暮らせる環境を作ったのだ。マイクロアルジェすごすぎるわ。そこから人間を含めたいろんな生物が誕生したのだ。氷河期などの過酷な環境変化にも耐えるために、マイクロアルジェ自体も様々な進化を経て、今現在多くの種類が確認されている。さっき言っていたドナリエラもマイクロアルジェの一種だものね。そのドナリエラなんだけど、発生すると水面がオレンジや赤色に染まる。え、それはどうしてなのかしら？それはカロテノイドを大量に合成するからなのだ。ドナリエラは豊富なカロテノイドを蓄えることで浸透圧を調節しているのではないかと言われている。カロテノイド、また難しそうな単語が出てきたわ。トマトや人参の色はカロテノイド色素の色なのだ。ドナリエラは細胞壁を持っていない緑藻。カロテンを蓄える前のドナリエラは緑色だけど、強い日差しから自分を守るためにベータカロチンを大量に生み出しているのだ。自衛のためのカロテノイドが赤く見えている原因なのね。昔、視界の塩分が薄まるくらいたくさん雨が降った時があったのだ。1992年、雨の影響で湖面が2メートル上昇した時、ドナリエラが繁茂したこともあるのだ。へえ、じゃあ次に大雨が降ったら大量のドナリエラを視界で見れるかもね。そして、天然のベータカロチンとドナリエラは視界と同じように体にいいものなのだ。1991年、チェルノブイリで被爆した子どもたち1001人が治療を行った。イスラエルにある国立ハダサ病院では子どもたちは一人も発がんせず回復した。この治療では天然ベータカロチンを持つドナリエラを使用したと言われているのだ。ドナリエラとってもすごいわね。2000年にはこの治療の成果が評価されて、審査が厳しいアメリカで医薬品特許を得てからイギリスや香港でも特許を取得しているのだ。どうしてドナリエラは体にいいのかしら？呼吸で体内に取り入れた酸素は様々な理由で酸化作用を起こして悪玉の活性酸素を生み出すのだ。悪玉活性酸素が不飽和脂肪酸と結合すると過酸化脂質という脂質を作り出してしまい、生活習慣病として発病することもあるのだけど、その過酸化脂質の生成を抑えるためには天然のベータカロチン、ドナリエラが持つ抗酸化作用が最も効果的だとされている。酸化を防ぐ効果が体にいいのね。でもカロチンは普段食べる食べ物にも入ってるのよね。実は天然のベータカロチンであることが大切なのだ。現在飲料水や食品などに用いられているのはほとんど合成品のベータカロチンなのだ。アメリカにある FDA 国立がん研究所の情報によると、合成されたベータカロチンにはがんへの有効性が全く認められていない。それどころか取り続けてしまうと不摂取時より発がん率が 30% も高まるのだ。むしろ過剰に摂取すると体に悪いのね。イスラエル産の天然のドナリエラは母体をそのまんま製品にすることで、人参の1000倍ほどの良質な天然ベータカロチンや多様な栄養素を体に摂取することができるのだ。天然ベータカロチン、すごすぎるわね。そして視界で新たに行われた調査によると、ほとんどの生物が生存できない視界の湖底に数十箇所淡水が湧き出す巨大なクレーターがあったのだ。湖底なのに湧き水？
そしてなんとそこにはたくさんの細菌が生息していた。視界にも生物がいたのですごいわ。大発見じゃない。ドイツマックス・プランク研究所の海洋微生物学者ダニーヨネスク氏の調査チーム調べによると、2010年に行われた初めての湧き水潜水探査で視界に命を育む夢のようなホットスポットが存在していることが明らかになったのだ。夢のようなホットスポットって表現から発見できた嬉しさがにじみ出ているわね。調査チームは水深30メートルの湖底にてそのクレーターを約30箇所発見した。その大きさは直径約10メートル、深さ約13メートルほどだったそうだ。新種の細菌で薄く覆われたクレーターの表面は場所によって驚くほど分厚い細菌の層があったのだ。え、驚くほど分厚い細菌の層、意外にもたくさんいたのね。視界の湖面には前から奇妙なさざ波が立っていた。このことから視界の底にある湧出口の存在はずっと前から予測はされていたのだ。その湧き出す場所を特定するために非常に視界が悪い視界の中を探索した。湖底が突然落ち込むような場所を大変な苦労をしながら探したのだ。視界の悪い視界、ダジャレじゃないのだ。分かってるわよ、気になっただけ。その調査チームは頑張ったのね。ニュージャージー州にあるライダー大学の環境微生物学者であるケリー・ビドル氏は、これまで存在しないと考えていた場所にて多くの生物の存在を確認するということは、生物学的に視界へ対する私たちの考え方を大きく変えるとして、この発見に注目した。大発見だものね。重要なデータになりそうだわ。発見されたクレーターから採取したサンプルを分析したヨネスク氏は、この細菌コロニーは大変多様であると考えて、一般的な海中の岩に存在するものに近いと考えたのだ。海の中と近いなんて意外ね。もっと特殊なのかと思ったわ。視界の湖底にあった湧出口の岩は表面をバイオフィルムが覆っていたのだ。バイオフィルムは緑の化学物質で、太陽光と湧き水から自然に発生する硫化物を自ら利用し生命活動を維持している。太陽光と硫化物がないといけないのね。硫化物だけでも大丈夫なのだ。そういうバイオフィルムは白くて岩の裏側を覆っているのだ。ちなみに洗面台の流しのヌメヌメなんかも今説明している白いバイオフィルムなのだ。ぐっと身近に感じられるわね。つまりバイオフィルムは細菌なのね。うん、話を戻すのだ。クレーターを発見したヨネスク氏は、この細菌たちは過酷な環境で進化したのみならず、塩分濃度が突然変わることにも対応できるのではないかと考えた。すごい推測ね。だけどクレーターの発見に注目していたビドル氏は、この推測に疑問を感じている言葉を残しているのだ。細胞の体の仕組みとして考えると、極端に高濃度な塩分を含んだ水からほとんど淡水である水への変化に生物学的に対応できるということは非常に想像しにくいと語っている。極端な環境に生息する微生物については何があっても驚くことはないと。だけど全面的な否定はしていないのだ。自然は不思議だから完全には否定できないのね。大変だと思うけど研究を進めてほしいわね。今回の研究で発見されたバイオフィルムのような生物を極限環境微生物というのだ。なんだかかっこいい名前だわ。これは極限の環境条件で増殖できる微生物のことを表しているのだ。こんな環境ではとても住めないだろうというところでも生きていくことができる生物のことを指すのね。例えば122度の超高温の中だったり、高いアルカリ性を含む pH10 に移転後の環境や、反対にアルカリ性が低すぎる pH-0.06 の場所、高塩化ナトリウム濃度、他の物質を溶かす有機溶媒化、高圧力16000グレーのガンマ線照射環境である高放射線など、さまざまな過酷な環境で生きられる微生物がいるのだ。強すぎるわよ。過去には深海にある熱々の熱水噴出口で深海の高圧高温に耐える微生物も発見されている。噴出している熱水は豊かな鉱物資源を溶解していて、有機物を合成する細菌の大量増殖が可能だった。これらの細菌は様々な硫化物からも有機物を合成することができるのだ。硫化物を利用することができるのはさっきの白いバイオフィルムと同じね。お風呂場のヌメヌメから深海の熱水噴出口まで、細菌はいろんな場所でたくましく生きているのね。またその熱水噴出口付近のバクテリアは多くの部分に金属耐性を持っているのだ。天気的に金属を還元する嫌気性金属呼吸、別名テルル酸呼吸ができる。
テルル酸呼吸ができるのは鉄細菌などの細菌なのだ。排水口や田んぼで赤い水が流れるのは鉄細菌がそこにいる証拠なのだ。熱水噴出口のバクテリアは金属に強いってことね。他にも極限環境微生物は見つかっている。2010年12月米航空宇宙局通称 NASA などの研究チームは猛毒であるヒ素を食べている細菌を発見したのだ。毒を食べる細菌。生物が生命を維持して繁殖するためには6元素と呼ばれる元素が必ず必要なのだ。6元素は炭素と水素、窒素、酸素、硫黄、そしてリン。このヒ素を食べる細菌は6元素の一つであるリンの代わりにヒ素を DNA の中に取り込んでいて、これまでの生物学の常識を覆す発見になった。極限環境微生物に常識は通用しないのね。視界にはもっと変な細菌がいるかもしれないわ。長い時間をかけてたくさん研究をしてほしいわね。メタン、もしかするとそれはできないかもしれないのだ。え、それはどういうこと？視界は本当にすごい場所なのだ。遥か古代からアスファルトや砂糖など視界でしか作れない豊かな資源を生み出していた。多様な細菌が誕生したり、高い治癒能力があったりと特殊な地形や気候によって奇跡的な環境が存在している。でもそんな奇跡のような視界は地球から消滅する恐れがあるのだ。え、それはどうしてなのよ？視界の湖面は少しずつ低くなっていることが20世紀中頃からすでに観測されていたのだ。観測が開始してからの40年間では1年に1メートルのペースで湖面が低下していて、2004年は海抜マイナス417メートルほどだったのに、10年後にはマイナス428メートルになっていたのだ。10年で11メートル下がってるってことは昔よりペースが速くなってるわ。だから2050年頃には視界が完全に干上がるとの意見もあるのだ。また視界の中央にある半島部分が近いうちに対岸とつながり、視界が2つの湖になるとも言われている。どうして視界が分断しちゃうの？一番の原因はヨルダン川とその支流からの大量の水の汲み上げだと考えられているのだ。1960年代以降からイスラエルやヨルダンは飲料水や工業水として水を必要としていた。視界はヨルダン川から流れ込む水と特殊な気候が起こす水の蒸発で絶妙なバランスを保っていたのだ。じゃあ水を汲み上げてしまったからそのバランスが崩壊してしまったの？その通りなのだ。水が大量に汲み上げられているのにもかかわらず蒸発の量は変わらないから水位が減ってしまうのだ。なるほど、人間と自然両方から水が奪われるのね。そしてもう一つ原因だと言われているのは地球温暖化による降水量の減少なのだ。そっか、砂漠だから余計に雨も降らないわよね。この地域は1年の降水量が100ミリ以下しかない、いわゆる高温乾燥地帯と呼ばれている場所なのだ。ちなみに日本の年間降水量は平均して1718ミリなのだ。視界周辺の地域は気温も比較的高い。夏は32度以上、冬でも20度から23度ほどあり、視界の水の蒸発量は水分供給量より多くなるので数十年後には視界が干上がると考えられている。何かできることはないのかしら？実は対策は考えられている。イスラエルとパレスチナ自治区、そしてヨルダンは巨大なパイプラインを使うことによって紅海から視界に水を補充しようと考えたのだ。紅海っていうのはどこなのかしら？アフリカ大陸とアラビア半島の間にある細長い海のことを紅海と呼ぶのだ。紅海から水を補充する計画について専門家たちは難しいと考えている。国をまたぐことになってしまうから政治的にも経済的にも大変なのだ。海水を運ぶって大変そうだものね。そして視界の危機はこれだけでは終わらないのだ。視界周辺にある数々のリゾート地で恐ろしい現象が起こっている。その名はシンクホール。シンクホール。地面に突然穴が開いてしまう現象なのだ。めちゃくちゃ危ないじゃない。シンクホールは淡水が塩を溶かすことで地下に存在した塩の層がなくなってしまい、塩の層があった場所がぽっかりと開いて空間ができる現象が原因で発生するのだ。自分の歩いている場所に突然穴が開く、まるで落とし穴のようなのだ。落とし穴で済めばいいのだけど相当危ない状態ってことね。しかも不幸なことにシンクホールの対策は困難なのだ。対策不可能って大変じゃない。この危険なシンクホール現象は観光業界に大打撃を与えるとされている。視界が本当に死の海になってしまう日がいつか来てしまうかもしれないわね。今回は視界について説明してみたのだ。メタン、
どうだったかな。なんとなく知っていた視界について詳しく知ることができて面白かったわ。それは良かったのだ。どうして視界で体が浮くのかも分かったし、物騒な名前なのに癒しの力を持っているのは驚いたわ。これから少しずつ視界の神秘が解明されると思うと楽しみだけど、人間のせいで視界が消えるかもしれないのはショックね。うん、視界が消滅しないように僕たちができることをしようなのだ。やっほー、ズンダモンなのだ。どうも四国メタンです。メタンは埋没林って知ってる？埋没林、初めて聞く言葉だわ。埋没林っていうのは名前の通り埋没している林なのだ。林が埋没？一体どこに？海底に。海底に林が生えているですって。そんなことあるの？埋没した林だから海底から生えているわけではない。もともと地上に生えていた木々などがだんだん海底に沈んでいくことで作られているのだ。この世界のどこかにはそんな珍しいところが存在しているのね。これはあまり知られていないが、実は日本にも40カ所ほどで埋没林を見ることができる。日本にもあるのね。それはぜひ見てみたいわ。でも埋没林があるところってどんなところなのかしら？今回は日本の埋没林の中でも特に有名で、国の特別天然記念物にも指定されている富山湾の埋没林について詳しく紹介しよう。まず埋没林というものを説明をする前に、埋没林のある富山湾についての説明していくのだ。富山県といえば日本海に面していて、やっぱりホタルイカが有名で美味しいのよね。ホタルイカ漁といえばこの富山湾の春の風物詩、まさに名物となっている。そしてこの富山湾は日本海側最大の外洋性内湾なのだ。湾の後方には日本アルプスを形成する飛騨山脈が広がっていて、富山県は海、そして山にも恵まれたとても豊かな自然が広大な場所である。あの黒部ダムも確か富山県にあるわね。雪の大谷や秋の紅葉が観光スポットとして大人気なのよね。また富山湾は世界で最も美しい湾クラブに加入している。世界で最も美しい湾クラブって何かしら？湾を生かした観光振興と資源保護を主に活動している組織のこと。フランスに本部があってユネスコの公園も受けているちゃんとした組織なのだ。随分と立派な組織に入っているのね。日本では他にも日本三景となっている松島、日本一深い駿河湾などもこの組織に加入している。どれも日本を代表する湾だわ。富山湾って結構すごいのね。でもどうして富山湾がこのクラブに？富山湾がこのクラブに加入している理由は、美しい蜃気楼が頻繁に発生することで有名だからなのだ。富山湾では蜃気楼が見えるの？富山では江戸時代以前から蜃気楼の名所として知られている。蜃気楼は大気中で光が屈折し虚像が見えるという面白い自然現象のことで、気温や風などの条件が整わないと発生できないので頻繁に見れるのは珍しいのだ。そうなのね。そんな貴重な蜃気楼を見れるなんて素敵。富山湾のこともっと知りたくなってきたわ。このように富山湾はその美しさが有名だけど、他にも有名なのは湾の地形の険しさ。地形の険しさが有名？富山湾は見とれるほど美しいけど、見かけとは裏腹に海底はかなり急な斜面となっている。しかもそのほとんどが水深300メートル以上の深海なのだ。一般的には水深200メートル以上のことを深海と呼んでいる。それじゃあ富山湾はほとんどが深海なのね。さらに湾の最深部は1000メートルを超えているため、海面を無視すると湾後方にそびえる3000メートル級の飛騨山脈山頂から湾最深部まで4000メートルもの峡谷となっている。かなり急な斜面は4000メートルも。それはかなり険しいわね。これで富山湾の地形がとんでもなく険しいことが分かってもらえたと思うのだ。そしてこの地形の険しさは今回紹介する埋没林の形成にも大きく関係している。早速だけど富山湾の埋没林について紹介していくのだ。まずは埋没する林がどうやって出来上がるのか、その過程を見てみよう。林が埋没していく過程なんて想像もできないわね。どういう仕組みなのかしら？この富山湾の埋没林があった場所は、元をたどると飛騨山脈の扇状地の一部分だった。扇状地っていうのは、山地を流れる河川が浸食、運搬してきた土砂が流れが緩やかな山麓部の平一部分に堆積することでできる地形のことなのだ。だんだん線状に広がっていくから線状地って言うんでしょうね。そして流れが急な飛騨山脈を流れる河川はたくさんの土砂を浸食、運搬できる。
そのため飛騨山脈山麓の扇状地は日本国内の中で一番大きいものとなっているのだ。斜面がかなり急だからたくさんの土砂が流れていそうね。そんな巨大な扇状地は河川によって十分な水資源が得られ、運搬された砂利などで構成されていることにより水はけがいい。だから植物が育つのに最適な地形と言われているのだ。そのため飛騨山脈の広大な扇状地には多くの木々が生えていて緑豊かな場所だったのだ。豊富な水源と水はけのいい土地が備わっているから、飛騨山脈の扇状地は植物にとっては繁殖しやすくて絶好の環境だったわけね。しかしあることをきっかけに植物たちの平穏な暮らしは一転してしまう。飛騨山脈を流れる河川が多くの土砂を運びすぎてしまったために、扇状地には水はけの悪い荒廃湿地までもが発達してしまったのだ。河川から溢れた土砂が堤防のような役割を果たして湿地帯になってしまったということね。水はけの悪い土地は植物が長く育っていくことは不可能。今までそこで育ってきた木々は枯れてしまったのだ。そして時が経つにつれて少しずつその枯れてしまった木々は完全に弱ってしまい、力尽きて次々とその場に倒れていく。なんだかどんどん良くない方向に進んでいる気がするけれど、その後は河川の氾濫によって山から流れてきた土砂が倒れた枯れ木の上に蓄積されていって、いつの間にか枯れ木を覆いかぶさってしまったのだ。ここまでがこの埋没林ができる第一過程となる。林なんて全然ないのだけれど、土砂に全部うずもれてしまったわよ。これはただ木が枯れてしまったというわけではない。複雑な過程を経て木が枯れてしまったからこそ現在にまで残る偉大な埋没林が完成するのだ。この枯れ木たちはどういう経緯で水没するの？埋没林の形成方法は大きく分けて2つに分類されている。1つ目は地盤沈下によって形成されるもの、2つ目は海面上昇によって形成されるものなのだ。地盤沈下っていうのは地盤が沈んでいく現象のことで、自然では地震などの地殻変動によって起こる。2つ目の海面上昇は現代でも問題視されている温暖化の影響のことかしら？その通り。北極、南極の極地の氷が溶けてしまうことによって引き起こされるものなのだ。かつてこの富山湾の埋没林は1万年から5000年前の地盤沈下により水没してしまったものと考えられてきた。ということは違ったの？今から3000年ほど前の紀元前1000年に作られたと考えられる縄文時代後期の土器のかけらが発見された。それじゃあ少なくとも3000年前まではこの木々が地上に存在していたということになるわね。このことによりこの埋没林が地盤沈下によって形成されたという説は覆されたのだ。現在は2000年から1500年前の温暖化による海面上昇によりこの埋没林が形成されたと考えられている。土器が発見されたことで今までの見解が一気に変わったのね。その後土砂にうずもれたまま水没してしまった木々は海底の浸食が進むことでだんだん土砂が削られていき、再びその姿を現すことになる。このような複雑な過程を経て現在の埋没林が出来上がったというわけなのだ。なるほど。富山湾の埋没林は林が一度埋まった後に浸食されてまたその姿を現した林だったのね。これはなかなか起こることはない現象で興味深いわ。富山湾の埋没林は浸食、運搬、堆積をはじめとするこの険しい土地だからこそ起きる自然現象が複雑に絡み合うことで作られている。この富山湾の埋没林の最大の特徴は木々が腐敗していないということなのだ。かなり古くからある木が腐敗せずにそのままの姿を残しているの。日本では弥生時代である2000年ほど前に地中に埋まった木が現在まで腐敗することなく存在している。ちなみにきちんと保存されていない木は半年から1年ほどで腐敗が始まるのだ。これはかなり不思議な現象ね。なんだか信じられないわ。どうして埋没林の木々は長い間腐ることなくいられるの？その理由は3つの要素が関わっていると言われている。1つ目は木々を覆った土砂によるもの。そもそも木が腐敗する原因は木材腐朽菌という菌が木の腐敗を引き起こしてしまうからなのだ。その菌は初めて聞くわね。この木材腐朽菌というのは空気中や土の中など様々な場所に存在している。なのでこの世の木々は放っておくと木材腐朽菌のせいで勝手に腐っていく。しかしこの木材腐朽菌は僕たちや木材と同じように酸素や栄養分を必要として生きている。もしかして途中で土砂に埋まったことで？その通り。この木々を埋めてしまった土砂がその木を腐敗から守ることになったのだ。木々に覆いかぶさった土砂がその木々を密閉状態にした。
そのおかげで木材普及金への酸素供給を食い止め、木は金の影響を受けることがなかったというわけなのだ。洪水により土砂に埋まったことで木材普及金が生存できないような環境が出来上がったのね。土砂に全部うずもれた時はもうダメだと思ったけど、逆にそれが良かったのね。2つ目は海水によるもの。理由としては先ほどの土砂と同じ原理なのだ。水中では木材普及金に酸素が供給されにくいから、それに伴い木々の腐敗も進行しづらくなっている。ということは木を水に入れておけば腐りにくくなるということなの？そういうことなのだ。実は昔から丸太を水の中に入れて保存するというやり方は存在していた。東京の新木場という場所はもともと貯木場と呼ばれていて、木材を水中に保管する場所として使われていたのだ。貯木場は別名木場とも言われていて、新木場は新しい貯木場という意味でこの地名が付けられた。新木場といえばおしゃれな臨海都市っていうイメージがあるけど、元は木材の保管場だったのね。なんだか意外だわ。他には木を浴槽にしている温泉のヒノキ風呂なんかも木が腐らないのは同じ理由なのだ。そういえばヒノキ風呂も腐らないわね。あまり気にしたことはなかったけれど、そういう理由があるとは思わなかったわ。三つ目は湧き水なのだ。さっき海水の話をしたけれど、また水なの？そもそも湧き水とは扇状地の地下に染み込んだ水分が扇状地の端の方で湧き出てくる現象のこと。じゃあ湧き水と埋没林はどんな関係があるの？富山湾の埋没林の場合は少し変わっていて、扇状地の端が水中に沈み込んでしまっているので海中で湧き水が湧き出ている。うん、結局湧き水と海水ではどういう違いがあるのかしら？湧き水は山から流れてきた河川の水分で、この湧き水はアルカリ性の海水から木々へのダメージを防いでくれるという効果があるのだ。それじゃあさっき海水が木々の腐敗を防いでいると言っていたのはどういうこと？海水は木材腐朽菌へ酸素を供給をさせない、菌の繁殖を防ぐという点で木々の腐敗を遅らす役割をしてくれている。だけどその海水は塩分を多く含むアルカリ性の液体で、アルカリ性の液体は普通の水と比べると木を腐らせやすい。そこで湧き水の出番なのね。海底から絶えず湧き出てくる湧き水は埋没している木々の根っこ部分に海水が浸食するのを食い止める働きをしている。これは実際に富山湾の入善町沖にある埋没林で湧き水が湧いている場所を中心に木々が生い茂っているのが確認されている。埋没林の木々は河川から溢れ出した大量の土砂や海水、海底から湧き出ている湧き水によって腐敗せずにその存在を保っているのだ。これはさっき紹介した新木場にも似た条件が当てはまる。貯木場に選ばれた新木場は淡水である荒川の河口に近い東京湾で、海水と淡水が入り混じった場所だったからこそ貯木場として選ばれた。この条件が自然と揃うことで埋没林は状態を保てるのね。たくさんの偶然が重なり、2000年前の状態から腐ることなく保存されている林なのだ。そう考えるととても神秘的だわ。これも埋没林の魅力となっているわね。ここからは実際にある埋没林を2つ紹介していこう。1つ目は有名な魚津の埋没林。美味しい魚が食べられそうな名前ね。魚津市は最初にも話したけど、蜃気楼が出ることでも有名な町なのだ。そして埋没林が見られる魚津埋没林博物館がある。博物館があるのね。行ってみたいわ。この博物館では1930年に魚津港の砂浜が掘り下げられた時に発掘された埋没林がある。ここでは今でも湧き出ている湧き水のおかげで生の埋没林を見ることが可能なのだ。魚津市の埋没林は木の根っこから縄文土器の破片が発見されたことがあり、これにより2000年ほど前の木々が生えている埋没林であると言われている。例の縄文土器の話ね。樹種は杉を主とした小の広葉樹があり、その数200本を超え、さらに多数の木株樹根が埋没していると考えられている。魚津にある埋没林はかなり大きく、発掘された樹根は直径4メートルに達するものまで存在する。その根っこからは2000年前の壮大な自然を感じられるのだ。腐らずに残り続けたからこの大きさを保てているのね。2つ目は先ほども少し紹介した入善町の沖にある埋没林なのだ。この埋没林は1980年に北陸スキンダイビングクラブの人たちが海中探索を行った際に見つかった。海底を探索していたら林を発見するなんてさぞ驚いたでしょうね。入善沖の埋没林には2つの特徴があるのだ。
一つ目は埋没林が立ち木であること。あら、枯れて倒れた木々が水没することで埋没林が出来上がるって言ってなかったかしら。しかし入禅沖の埋没林は枯れ木が倒れずにそのままの形で土砂にうずもれた後に水没した。この立ち木の埋没林は日本国内ではもちろん世界的に見てもかなり珍しいものなのだ。これはとても貴重ね。2つ目は水深に10メートルから40メートルほどの広範囲に埋没林が存在しているということ。というと、これがどういうことかというと、違う時代で全く同じ場所に埋没林が何度も作られてきたということなのだ。長い年月をかけて繰り返し埋められたものということなのね。放射性炭素年代測定法というもので測定もされている。物体に含まれている炭素を詳しく調べて、その炭素が含まれている物体がどの年代のものかを推定する方法のことね。これによって水深40メートルの埋没林は約1万年前、水深20メートルの埋没林は約8000年前の海面上昇によって作り上げられたと推測されている。さっき紹介したオーズは2000年前だから、この埋没林は比べ物にならないくらい古いものなのね。さらにこの1万年前に形成されたと推測されている入禅沖の埋没林はなんと世界最古の埋没林なのだ。え、すごい。それじゃあ紹介したこの2つの埋没林からわかることについて2つ考察していこう。まず1つ目は入禅沖の埋没林でわかるように、富山湾の埋没林はかなり古くからの海面上昇によっていろいろな時代で形成され続けてきたということ。1回の海面上昇で一気に完成したというわけではないのね。富山湾の埋没林は何度も海面上昇を繰り返して様々な時代で作られ出来上がったのだ。ということは、昔はこの海の付近はもともと陸があったということ。その通り。現在は大陸棚と呼ばれている陸地の近くに存在する緩やかな斜面の海底地形も、以前は豊かに植物が生い茂っている陸であったと推測されているのだ。かなり大きな規模で沈んでしまったのね。2つ目は埋没林は過去の環境を特定するための有力な情報源となるということ。埋没林は土砂に埋まってそのまま海底に沈んだから、当時の状態からきれいに現在まで残されているものね。埋没林を調べる際にはその周辺の情報も一緒に調査されるのだ。つまり林以外の一緒に埋没したものなども参考にしながらその埋没林の生まれた時代を特定する。その中には当時のことについて詳しく知れるようなものたちがたくさん残されているのだ。それこそ土器のようなものよね。他にはどんなものが発見されているの？大津の埋没林では昆虫、ゴカイやエビのような小動物、そして花粉などが見つかっている。花粉まで見つかっているなんて、昆虫や小動物も貴重な資料になるわね。これは埋没林の歴史に限らず生物学的にもかなり参考になりそうだわ。このように埋没林は作られた当時の状態でそのまま保管されているため、美しい自然現象が見られるだけではなく過去の環境を特定するいい資源になっているのだ。富山湾では1万年ほど前から40メートル近く海面上昇を繰り返して今までに土砂にうずもれてしまった多くの木々が水没してきたということが分かったわ。しかしここで一つの疑問が浮かぶ。富山湾では何十メートルも海面が上昇したのだから、水没したのは土砂にうずもれた木々だけではないのではないか。確かに、もしかしたら他にもたくさん水没したものがあるかもしれないわね。埋没林とは関係ないけど、この富山湾に沈んでいる木々以外のものについて少しだけ紹介していくのだ。この富山湾に木々以外で海底に沈んでしまっているものの中には江戸時代の港町がある。え、港町、まさか丸ごと。実際に富山湾には人工の石垣の跡や井戸なんかが沈んでいると言われているのだ。井戸は地元の人たちの間で代々伝わる言い伝えだけど、その井戸から発見されたと言われる陶器は現在でも受け継がれているものと同じものだから、この言い伝えはかなり信憑性が高いのだ。人工の石垣はきちんと発見されているの？石垣の跡と思われる海底建造物は発見されていて、素人では判断できないようなものだけど、専門家は石垣の石材だと考察している。また地元で一番古くからあるお寺の海禅寺は1300年前に作られ、そのお寺の最初の建物は現在の沖合2キロほどの場所にあったと伝えられている。2キロメートルも沖合に、かなり沈んでしまったようね。海に沈んでしまった海禅寺の建物はその被害を避けるために3度の移動をして現在の場所に定まっているのだ。
江戸時代に2度目のお寺の場所を移動したけど、そこも水没してしまった。江戸時代にはお寺が建っていたはずの土地が水没しているということは、数百年の間に沈んでいるということね。富山湾では林の他にも、江戸時代やそれ以前の港町が水没している。埋没林以外にも海底遺跡まで残っている富山湾には様々な謎がまだまだ残されているのだ。ロマンがあってとても素敵なところだわ。この江戸時代の港町の水没には海面上昇以外にも大きく関連しているものがある。河川から流れてくる土砂の減少によるものなのだ。土砂が減ると水没してしまうの。これまでも出てきた話だけど、富山湾の周囲の地形は飛騨山脈から流れてくる河川の堆積作用によって形成されている。富山湾の海岸線は海の波の浸食作用によって少しずつ削られていくが、大量の土砂の堆積によってその海岸線を維持している。波に浸食されたとしても山から流れてくる堆積物で土地を支えていたのね。しかし江戸時代になり、この大量の土砂を運ぶ河川の治水事業が行われるようになる。山から運搬される土砂が多すぎて洪水の危険性が高い河川であったため、この治水事業は近隣住民の安全確保のためには必要不可欠であった。住民の安全を第一に考えたのね。しかしこれにより土砂の運搬量や加工の位置が大きく変わってしまい、海岸線に運ばれる土砂の量が大幅に減少してしまったのだ。うん、難しい問題だわ。富山湾は山から運搬される土砂のおかげで海岸線を維持できていたけど、河川からの土砂が減少してしまって海岸線がどんどん浸食されていったということなのね。こうして富山湾の港町は少しずつ海底に沈み姿を消してしまったのだ。それにしても埋没林って幻想的で素敵よね。埋没林は人を引きつける不思議で美しい景色だけど、見方を少し変えるだけでそれは恐ろしい景色へと変わる。どういうことかしら。だって過去には陸地が広がっていた場所が知らぬ間に海底に沈んでいってしまっている。これはとても恐ろしいことなのだ。確かにそうね。少し前はよく温暖化がって言われていたけれど、私たちが暮らしていく上ではそんなに実感もなかったわね。長い間地球の環境変動によって引き起こされた海面上昇は非常にゆっくりとしたスピードで進んでいる。しかしそれは元の状態であり、現在の地球の状況を考えると違ってくるのだ。富山湾の海岸線の浸食のように人間の手が加わってしまうと、自然は今までにはなかった驚異的なスピードでその形が変化してしまう。これは現在の海面上昇も該当する。私たちが生活するのに排出している二酸化炭素などの温室効果ガスのせいで地球温暖化がかなり加速しているって聞いたことがあるわ。人間の影響がない状態だったとしても地球は温暖化してしまうことはある。しかし現代の地球温暖化は約 95% が人間の活動が影響していると言われているのだ。実際に石炭などの化石燃料を用いた発電が行われていること、日常で使っているガソリン車の運用、そして都市化のための森林伐採など、僕たち人間の活動が地球温暖化に大きな影響を及ぼしている。私たちの繰り返される何気ない日常で地球温暖化が進んでいくのね。北極や南極の氷が溶けたりするのはよく聞くけど、この影響で海面上昇も急加速で進行しているなんて。今までは何万年もかけて数十メートルの海面上昇をしてきたけど、現在では一世紀の間に数メートルもの海面上昇が引き起こされると推測されているのだ。これはこれまでではありえないような速さで海面上昇が起きているということで、太平洋の島々はこの海面上昇が原因で最終的には沈没してしまうと言われている。この影響は海外だけには収まらず、島国である日本でも同様のことが起こると考えられる。もうすでに富山湾の港町が水没してしまっているが、これからもっと先の日本は人口の 30% の人間が住んでいる地域まで失われてしまうとも推測されている。暮らしている中で感じる温暖化の影響って、夏がものすごく暑くなったくらいしかなかったけど、普段生活している場所が急に海底に沈むなんてことが起きて住むところを失ってしまったら大変だわ。それだけはどうにかして避けなければ困る人が大勢出てきてしまうわね。今回の動画はみんなに海面上昇の恐ろしさを伝えて恐怖心を植え付けるというものではないのだ。でも地球が何千年何万年という長い時間をかけて起こしてきた出来事を、僕たちが気づかないうちにたった数世紀で起こしてしまっているということは理解しておいた方がいい。埋没林と現在の地球温暖化は実は関係があったのね。こういうつながりや今後の地球のことを考えると温暖化の恐ろしさがよくわかるわ。
まだ地球温暖化以外にも考えなければならないものがある。それは地球の環境は人間の手が加わることで一瞬で変わってしまうということなのだ。いい方向にだけ変化するのであればいいが、そうはいかずに悪い方向にも変化してしまうこともある。そういえば住民の生活を守るために行われた治水事業の話をしていたわね。結局人為的に土砂を遮ってしまったことで海岸線の土地が保てず水没してしまったけれど、最初に紹介した観光振興と資源保護を主に活動している世界で最も美しいワンクラブには世界遺産にも登録されているフランスのモン・サン・ミシェルがアルワンを加入している。いつか行ってみたい場所よね。しかしモン・サン・ミシェルは人為的な環境変化が水没ではなく砂の堆積を起こしてしまった。これにより急速な陸地化が進んでいったのだ。ワンとは呼べなくなっているわね。具体的にはどんなことが起きてこうなってしまったの？これも治水事業と同じように人間が良かれと思って始めたことで起きた。巡礼者の交通安全のためにモン・サン・ミシェルの島まで長い橋を架けたのだ。しかしそれが堤防の役割を果たしてしまい潮流をせき止めてしまった。そして約100年の間に2メートルもの砂が堆積してしまったのだ。モン・サン・ミシェルといえば孤島の修道院が有名だけど、これじゃあ島ではなくただの陸地になってしまうわね。しかしこれで終わりではない。世界遺産として登録されてからはここぞとばかりに世界中から観光客が押し寄せた。観光客たちのためのバスの駐車場などが設置され、島の周囲では急速な陸地化が進行し、一時期は島の間際まで潮が来ることはめったになくなってしまったのだ。せっかく見に行っても潮の満ち引きによる神秘的で美しい光景が見られないなんて残念だわ。でもこの問題はもう解決している。これは後にしっかりと対策されていて、景観を損なっていると判断された駐車場は撤去され、堤防となってしまっていた地続きの道路も取り壊された。今では潮流を遮らない新たな橋が完成しているのだ。世界で最も美しいワンクラブ、とても素敵だわ。日本でこのクラブに所属しているところもこの取り組みをぜひ参考にしてほしいわね。今回は富山湾の埋没林と関係しているものについていろいろ紹介してみたけどどうだった？埋没林というものを初めて知ったし、古くから生きてきた木々が当時の状態のまま現在まで残っているのってすごいことよね。それにとても神秘的で美しいわ。この地球上には僕たちがまだ知らない自然現象がまだまだ存在しているのだ。しかしそういう自然現象は環境が複雑に、そして奇跡的に絡み合い起きている。温暖化や人間が与える環境への影響についても考えていかなければならないわね。それじゃあ私は埋没林と蜃気楼を見に富山県へ行ってくるわ。僕も一緒に行くのだ。やっほー、ずんだもんなのだ。どうも四国メタンです。この地球上には多くの生物が生息しているけど、メタンは恐ろしい生物っていうと何をイメージする？陸上だとやっぱり百獣の王と呼ばれるライオンとか、同じ肉食動物のトラクシャ、それと水陸両用のカバは地上最強って言われてるわよね。水中なら体の大きいクジラとか凶暴なサメ、毒を持つ生き物もたくさんいるわ。確かに一般的に挙げられるのはそのあたりの生物たちなのだ。それじゃあ今日の動画は地球上に存在する恐ろしい生物10選とか。はずれ。今日はなんとライオンやカバに勝る陸生生物最強の生物ラーテルと、海の生態系の頂点に君臨するシャチについて紹介するのだ。ラーテルって初めて聞くわ。ライオンやカバより強い生き物なんているのね。ラーテルはアメリカの雑誌サイエンティフィックアメリカンが2009年に発表したものによると、世界で最も恐ろしい陸生生物だと言われている。世界一恐れを知らない動物としてギネスブックにも認定されている生き物なのだ。ギネスブック公認ならきっと相当ね。どんな動物でなぜそこまで恐れられているのか詳しく教えてほしいわ。今回は隠れた世界最強の陸生生物ラーテルと、さらに最強の海洋生物シャチについて紹介しよう。水と陸の最強生物、これはかなり気になるわね。早速ラーテルについて話していくのだ。ラーテルは食肉目イタチ科ラーテル属に分類される動物で、この一種のみでラーテル属を構成している。食肉目って何かしら？食肉目は別名猫目とも言われていて、捕食者として食物連鎖の上位に位置するグループなのだ。イタチ科は凶暴な性格をしている動物が多いけど、その中でもラーテルはトップクラスに気性が荒い、別名ミツアナグマと呼ばれている。
確かにアナグマと見た目がよく似ているわね。見た目は似ていても全く別の動物なのだ。ラーテルは蜂の巣を襲う数少ない哺乳類で知られていて、好物の蜂蜜をめぐり蜜をシエカの小鳥と共生関係にある。ラーテルって見た目も思っていたより怖くないし、小鳥たちと協力して蜂蜜を食べているなんて、なんだか可愛い動物に思えてきたわ。見た目とは裏腹に凶暴な性質を隠している。騙されちゃダメなのだ。ラーテルはアフガニスタン、アラブ首長国連邦、アルジェリア、イエメン、イスラエル、インド、ルワンダ、西サハラなど世界のとても広い範囲に生息していて、どの地でも恐れられている。どうしてそんなに恐れられているのか本当に不思議だわ。そんなに大きいようにも見えないし。確かにメタンの言う通り、ラーテルの体長は60センチから77センチで、尻尾の長さが20センチから30センチなので、最大でも110センチほどの大きさ。体重は7キロから13キロと比較的小柄で、だいたい中型犬くらいなのだ。うん、大きさで言うならライオンやカバの方が迫力があって恐ろしいと思うわ。耳が特徴的で飛び出しておらず、顔の側面に耳の穴が開いている感じになっている。確かに個性的な耳をしているわ。ていうかラーテルって毛も変わっているわね。背面の体毛は回色になっていて、その境目は白く縁取られているような少し変わった色合いをしている。また頭部から背面、尻尾にかけては白い体毛で覆われているのだ。口の端から覆面、四肢にかけて黒い体毛で覆われている。体毛は回色、白、黒の3色になっているので、どこかで見覚えがあると思ったら物消しゴムのカバーだわ。横から見たらそう見えなくもないけど、何回やだからやめてほしいのだ。つい思い浮かんじゃって。ラーテルの皮膚はとても分厚くブヨブヨしていて、特に頭部から背中にかけての部位は伸縮性が非常に高く、それでいて頑丈さも兼ね備えている。この柔軟な装甲となっている皮膚がラーテルの最大の武器なのだ。動きやすい鎧をかぶっているって感じかしら。そういうこと。しかしそんなかっこいい鎧のような皮膚をしていても、大好物はやっぱり蜂蜜なのだ。時々可愛らしい一面を見せてくるわね。ラーテルの学名はメリボラ・カペンシス。このメリボラは蜂蜜を食うものという意味がある。そうなのね。じゃあさっき別名ミツアナグマと言っていたけど、ミツは蜂蜜のミツのことなのね。メタン大正解なのだ。やった。次はどういう風に生きているのか、その生態について詳しく知りたいわ。どんどんラーテルの虜になってる。ラーテルは主にアフリカの乾燥地、草原や砂漠に生息しているけど、森林や湿原なんかにも生息しているのだ。夜行性で、昼間は樹洞や岩の隙間などの暗い場所でまったり休んでいることが多い。夜行性ではあるものの、まれに昼間に活動することもあるのだ。基本的には暗くなってから動き出すのね。群れでは行動せずに、単独やつがいで生活をしている。また木に登ったり、発達した前脚と爪を使って素早く穴を掘ることもできるのだ。そんなことまでできるのね。やるじゃない。素早く穴を掘ることはできるけど、必ず自分で巣穴を作るというわけではないのだ。砂漠や草原にツチブタのような他の生き物が掘った巣穴に勝手に住み着くことがある。ラーテルはどんなものを食べているの？それじゃあ次はラーテルの食生活について詳しく話していこう。ラーテルは哺乳類、鳥類、果実など基本的には何でも食べるけど、特に好んで食べているのが蜂蜜や蜂の幼虫なのだ。さっきも蜂蜜が大好物って話は聞いたわ。ラーテルはよく似ているアナグマと共に肉食獣の最大グループであるイタチ科に属していて、このイタチ科の仲間にはフェレットやヨーロッパケナガイタチやミンクやクズリなどがいる。しかしこの中で蜂蜜を食べるのはラーテルだけなのだ。やっぱりラーテルって少し変わってるのね。学名は蜂蜜を食うものという意味だけど、英名もハニーバジャーとなっていて、これもまた蜂蜜や蜂の幼虫を食べることが由来になっている。ラーテルは大きなカギ爪でシロアリ塚を荒らし回り、鶏舎の金網を引き裂いたり、蜂の巣を粉々に破壊して大好物の蜂蜜を探し回る。それは普通に怖いわ。急に最強動物の片鱗が見えたわね。そんなラーテルだが、蜂の巣を探すためにノドグロ、ミツオシエなどの鳥類と共生しているのだ。ラーテルは目線が低いため蜂の巣を見つけるのが苦手だけど、蜂の巣を破壊するのは得意。ノドグロ、ミツオシエは体が小さいため蜂の巣を破壊するだけのパワーを持っていないけど、蜂の巣を見つけるのが得意。
そこでお互いが苦手な部分を補いながら協力し合っているのだ。いい関係が築かれているわね。小鳥が蜂の巣を見つけると鳴き声で知らせ、ラーテルが来て巣を壊して蜂蜜を食べる。ラーテルが食べ残した巣の残骸や蜂の幼虫を小鳥たちがもらっていくのだ。蜂蜜を好んで食べているラーテルだけど、食性は雑食で虫、両生類、小類、爬虫類、小型の哺乳類などの小型の動物も食べる。さらに大型の肉食獣が捕獲した獲物を横取りすることもあるのだ。すごい、かなり肝が据わってるわね。怖くないのかしら。血を這うような低姿勢で気配を消しながら、馬がするパッサージと同じ方法で広範囲を歩き回る。そして目に入った捕食対象を手当たり次第に口にしてしまうのだ。もうさすがに可愛いなんて言えないわね。できることなら蜂蜜を食べていてほしいわ。見た目に騙されてはいけない。かなり凶暴なやつなのだ。繁殖期になるとさらに気性が荒くなって大型動物に攻撃を仕掛けることもある。性質はかなり荒く捕食はしないものの、人やライオン、アフリカ水牛などの大型動物にも恐れることなく立ち向かう。このことから世界一恐れを知らない動物としてギネスブックに認定されたのだ。そういうことなのね。さすがに納得だわ。どうして体の小さいラーテルが大型動物にそんなことができるのかしら。普通は負けることを恐れて攻撃なんかできないわ。獰猛な大型動物と戦えるのは背中の皮膚が関係している。さっきラーテルには背中に柔軟な皮の装甲があるって言っていたけど、それのこと。その通りなのだ。サバンナの捕食者として有名なヒョウやライオンなどの大型肉食動物でもこの皮膚を攻略することはかなり難しい。彼らの自慢の武器である牙や爪でも歯が立たず、皮膚の表面は傷つけることができても致命的なダメージを与えることができない。ライオンやブチハイエナが生息していない岩石砂漠や歴砂漠の生態系においては、ラーテルは事実上生態ピラミッドの頂点、王者の座に君臨している。さっきから驚きが止まらないわ。ラーテルという動物を今日初めて知ったけれど、こんなにすごい動物だったなんて。そして最終手段と呼べるもう一つの防衛手段を持っている。それはおならなのだ。おならといえばスカンクのイメージだけど、食肉目の動物は肛門の周りに匂いを蓄える器官を持っている。外敵が迫ってくるとお尻から臭い液体を相手に吹きかける。襲う気も喪失するわね。ラーテルが最強なのにはまだ理由があるのだ。コブラ科のヘビが持つ神経毒に対しても強い耐性を持っていて、コブラに噛まれても一時的に動けなくなってしまうが、数時間後には何事もなかったかのように活動する。さらにコブラとの戦いに勝利し口に加えると15分ほどで綺麗に平らげてしまうのだ。毒ヘビまで食べれるのね。最強の陸生生物と言われるのもうなずけるわ。ラーテルは挑発されれば人間や大型動物でも恐れることなく襲いかかり、天敵はほとんど存在しない。これまでにラーテルが攻撃したり殺したと言われている動物はハイエナ、ライオン、トラ、ゾウガメ、ヤマアラシ、ワニ、クマなどがいて、様々な種類の生物と戦ってきた。大型で凶暴そうな動物ばかりじゃない。本当に怖いもの知らずね。さらに幼いラーテルまで殺して食べてしまうことがある。そのため幼いラーテルが成獣になるまでに生き残れるのは半数と言われているのだ。え、それしか生き残れないの？同時の子供まで食べてしまうなんて。ついさっきまでは可愛いと思っていたのに、今ではもう恐ろしいとしか思えないわ。とにかく気性が荒い生物で、標的を決めたら必ず攻撃を仕掛けるほど凶暴なのだ。相手の急所を狙って攻撃するラーテルがいるという伝説まである。このことが最初に報告されたのは1947年。大人のバッファローにラーテルがいきなり襲いかかり、その睾丸を食いちぎるところが目撃されたのだ。えぐいことするわね。かなり痛かったでしょうに。多分痛いどころの騒ぎではない。他にもヌーやウォーターバック、クーズーやシマウマ、さらには人間までもが睾丸を食いちぎられ、ラーテルにより去勢されたと言われている。2009年に放送されたイギリス BBC の自動車番組であるトップギア、デボツワナの特集を行った際、ジェレミー・クラークソンはラーテルが人間を殺すのは人肉を食べるためじゃない、ラーテルは人間の睾丸を引きちぎるんだと語ったのだ。もしやジェレミーさんの睾丸はもう。何にしても考えただけでゾッとしてくるわ。ラーテルにはまだまだヤバい話が残されている。パキスタンではラーテルはビジと呼ばれていて、墓から死体を持ち去る動物とされているのだ。
したよ、持ち去る。うん、この恐ろしい評判が広まっていたためか、イラク戦争中に現地に駐屯していたイギリス陸軍部隊が地元民を恐怖のどん底に陥れようと、おびただしい数のクマに似た人食い動物お町に放ったと非難されたという出来事があった。まさかそれって。そう、その動物はラーテルだと後に判明した。しかし本当はイギリス軍が放ったわけではなく、湿地帯の洪水が原因でラーテルが押し寄せてきたのだ。そうだったのね。このように獰猛で最強陸生生物と言われているラーテルだけど、その数は減少傾向にあると言われている。最強なのに。ラーテルの肉は食用として流通することがある。食べても大丈夫なのね。あまり美味しくなさそうだけど。それが意外と美味しいと評判なのだ。ギニア、ザンビアなどの一部の地域では他の食用とされている動物が減少し、これに伴いラーテルをブッシュミートとして食用流通することが増えてきている。さらに一部の地域では四肢や皮膚、内臓、脂肪が伝統的な薬用になると信じられていることもあり、狩猟が行われているのだ。それに加えて畜産業者や養蜂業者からは害獣と認識されて駆除されてしまう。こうしてラーテルはその数を減らしているのだ。そんなことが起きているなんて。ラーテルの最大の天敵は人間ということね。人間は全ての生態系の頂点にいる。こうした人間による食用や薬用のための狩猟、害獣としての駆除などにより個体群単位の絶滅が示唆されている地方もあるのだ。1978年にボツワナの個体群がワシントン条約附属書3に掲載された。また1977年にガーナの個体群も附属書2に掲載されたが、こちらは2007年に削除された。悲しいわね。凶暴だし恐ろしい動物だけれど、絶滅していい動物なんていないもの。これからも自然界でたくましく生きてほしいわね。個体数の減少の理由は完全に人間の都合によるものなのだ。だからこそ人間が守っていきたいものね。ラーテルが陸上生物の中で最強の生物だということは分かってもらえたと思うのだ。蜂蜜が大好物で鳥と手を取り合っているという可愛らしい一面も見えたわね。まあその一面とは裏腹に、やっぱりラーテルは恐ろしくて最強だったけれど、可愛らしさとのギャップで風邪をひきそうだわ。陸上の生物最強はラーテル。それなら水中での最強はどんな生物だと思う？やっぱり海のハンターと言われるサメかしら。大きなサメがテーマの映画まであるくらいだし。もちろんサメも強いけど、水中の生物で最強と言われているのはシャチなのだ。シャチなの。水族館では人気者だし、芸を披露しているのも見かけるわ。結構身近な生物よね。シャチが最強っていう人は多いと思うけど、実はとっても強い生き物なのだ。ここからは水中の最強の生物シャチについて紹介していこう。シャチは哺乳綱クジラグーテイモクマイルカかシャチ族の怪獣で、日本では別名サカマタと呼ばれることもある。シャチは肉食で、魚類全般、サメ、クジラまで何でも食べてしまう。サメやクジラまで餌にしてしまうの、すごいわね。相手を選ばずに襲いかかり、何でも食べるところはラーテルと似ているところがあるのだ。シャチはマイルカかの仲間では最大の種で、平均でオスの体長が 5.8 から 6.7 メートル、メスの体長が 4.9 から 5.8 メートルになると言われている。体重がオスで3628から5442キログラム、メスで1361から3628キログラムとなり、最大級のオスでは体長は 9.8 メートル、体重は10トンにも達すると言われているのだ。人間なんて余裕で食べられちゃうわね。体の背面は黒、覆面は白色で、アイパッチと呼ばれる白い模様がある。シャチの目はこのアイパッチのすぐ下にあるのだ。遠くから見たらアイパッチが目に見えるわよね。シャチの特徴ともいえるこのアイパッチがなぜあるのかについてはいろいろな説があり、水中で魚のように見せかけてシャチの餌となるイルカやアザラシをおびき寄せるためという説や、急所の目を敵に誤認させるためという説などがある。ただの模様じゃないのね。新生児の頃は体の白色の部分は薄い茶色やオレンジ色を帯びている。この体色には群れで行動するときに仲間がどこにいるのか位置を確認できたり、獲物に進行方向を誤認させたり、自身の体を小さく見せたりする効果があると言われているのだ。スタイリッシュでかっこいい模様だなと思っていたけど、そんな効果があるなんて知らなかったわ。過酷な野生の世界で生き残れるように進化してきたのね。
またシャチには大きな背びれがあって、オスは最大で2メートルにまで達する。この背びれの根元にはサドルパッチと呼ばれる海色の模様があるのだ。模様や背びれの形状は1頭ずつ違うので、これで個体をそれぞれ識別することができる。水族館で見るときはそこまで見えないけれど、そんなところに違いがあったのね。確かに遠くからだとわからないから、自分の目でそこまで細かく見るのは難しいのだ。また長さ8センチから13センチの円錐状の鋭い歯が、上下の顎に計44本から48本並んでいる。歯の形状は全体的にほぼ均一になっていて、食べるために咀嚼することよりも獲物を噛みちぎることに特化しているのだ。噛みちぎるために特化している。これは追われる獲物はたまったものじゃないわね。海洋生物最強の片鱗が見えるわ。シャチは現時点では一種とされているけど、少なくとも南極海だけで1万年ほど前から根血のない3タイプに分化していて、体の模様、食性、サイズが異なる。南極海海域のシャチについて区別しなければならない場合は、タイプ A、タイプ B、タイプ C、タイプ D の4分類に分類されているのだ。意外と細かく分けられているのね。それぞれどんな特徴を持っているの？それじゃあタイプごとに少し紹介しよう。タイプ A は最近の論文などではウェイル、イータ、キラーウェイルと記述されているシャチのこと。みんながよくイメージする一般的なシャチで、クロミンククジラ等を主食としているのだ。アイパッチは標準の大きさで、流氷の少ない沖合に生息しているのが特徴。クジラが主食なのね。お腹いっぱい食べられそう。タイプ B は最近の論文などではマムル、イータ、キラーウェイルと記述されているシャチで、タイプ A に比べるとやや小型だけど、アイパッチがタイプ A の2倍大きく白色部がやや黄色い。海生哺乳類全般を主食としているのだ。クロミンククジラ、ナガスクジラ、ペンギン、アザラシ等を捕食している。湧水のある沿岸付近が生息地となっているのだ。食性や体調などの違いから、ラージタイプ B とスモールタイプ B に分けることもある。クジラはまあわかるとして、あの愛くるしいペンギンやアザラシまで食べるのね。あまり想像したくないけど、野生では仕方がないことだものね。野生は弱肉強食の世界、そういう風にできている。タイプ C は最近の論文などではフィッシュ、イータ、キラーウェイルと記述されているシャチなのだ。オルシヌス、グラシアリスという学名が新たに提案されている種で、4種の中でも最も小さいタイプであり、タイプ A と比較するとオスで100センチ、メスで60センチほど小さいと言われている。体に合わせてアイパッチも小さくなっていて、体の中心部の黒白の境界面に対して大きな角度を持つ。魚食性でタラを好んで食べていて、最も大きな群れを作るのだ。白色部がやや黄色く、流氷のある沿岸近くに生息している。クジラとか大型の生き物を食べないシャチもいるのね。一番小型のタイプだからかもしれないわね。小型といっても私たちから見たら大きいけど。最後のタイプ D は2004年以降に発見された新種のシャチなのだ。丸い頭部に小さなアイパッチ、短い背びれを持ち、ゴンドウクジラのような見た目をしているのが特徴。活動範囲は南40度から60度の間の亜南極海域で、地球を周回して巡っていると考えられている。主な食事についてはっきりと判明していないけど、魚類を捕食していることは確認されているのだ。タイプ D は新種だからまだ謎が多いみたいね。でも地球を周回しているかもなんて羨ましいわ。優雅に泳ぎながら世界中を巡るのはとても楽しそう。現在ではシャチのタイプ B とタイプ C は別種とすべきという研究が提出されようとしている。そのうち1種の中の4タイプではなくなって2種類に分けられる日が来るのかもしれないわね。南極海海域以外にも北太平洋付近での観測も行われている。研究の進んでいるカナダのブリティッシュコロンビア州で、定住型、回遊型、沖合型の3タイプの個体群が知られている。ここでも3つのタイプに分けられているのね。定住型は主に魚を捕食していて、大抵は十数頭の家族群を形成して暮らしている。魚の豊富な季節になると決まった海域に定住し、餌を追うことから定住型と呼ばれているのだ。家族で群れながら餌を追いかけて移動するなんて、なんだか人間と似てるわね。そんな定住型とは対照的に、回遊型は小さな群れ、または一頭のみで生活していて決まった行動区域を持たず自由に暮らしている。餌も海に住む哺乳類に限られているのだ。そして沖合型は文字通り沖合に生息していて、何十頭もの巨大な群れを形成する。群れたり群れなかったり、
食べ物なんかもタイプによってかなり違いがあるのね。沖合型は3タイプの中で最もデータが少なく、餌についても分かっていないのだ。しかしこのタイプは傷が多かったり歯がすり減ったりしているという特徴があるため、サメなどの凶暴な相手を捕食しているとも考えられている。もしそれが事実ならすごいことね。この3タイプのシャチの間で交配は報告されておらず、遺伝子も異なることが判明しているのだ。私たちがシャチを見る機会があるのはやっぱり水族館よね。よくショーなんかでジャンプしてるイメージがあるわ。シャチはとても活発な動物で、ブリーチングといわれる海面へ自分の体を大胆に打ちつけるジャンプや、スカイホッピングといわれる頭部を海面に出し辺りを見渡すための行動など、多彩な行動が水上でも観察されている。てっきり人間に教えられてジャンプを覚えたのかと思っていたけど、野生のシャチもするのね。泳ぐ速さは時速 50km 以上にもなり、バンドウイルカと並んで最も速く泳ぐことができる哺乳類の一種と言われているのだ。とても速いわね。かっこいいわ。餌を求めて1日に 100km 以上移動するため、その長距離を泳ぎ続けられる持久力も持ち合わせている。そして好奇心旺盛な性格で、興味を持ったものには近寄って確かめる習性があるのだ。1日に 100km も泳ぐなんてすごすぎる。好奇心旺盛なのは可愛いわ。また他のハクジラと同様に、シャチは2つの種類の音を使い分けている。一つはコールと呼ばれているもので、群れのメンバー同士でコミュニケーションを取るときに使われている。シャチって仲間同士で意思疎通ができるの。シャチは強い上に賢いことで有名なのだ。もう一つはクリックオンと呼ばれているもので、噴気口の奥にある溝からメロンと呼ばれる脂肪で凝縮して発射する音波のこと。メロン、もしかして食べられるんじゃない？そんなわけないのだ。この音波は物質に当たるまで水中を移動して、その反響音をシャチがした顎の骨から感じ取ることで、遠くの前方に何があるのかを判断することができる。この能力はエコーロケーションと呼ばれているのだ。クリックオンの性能はかなり高く、感じ取った物体の細部まで知ることができる。ほんの数ミリしか離れていない2本の糸を認識したり、反響音の波形の違いから物質の成分、果てはない容物まで認識したりすることが可能なのだ。クリックオンを使えばシャチには何でもお見通しなのね。シャチの凄さは分かってもらえた。十分伝わったわ。シャチってどのくらい生きるの？最強だし長生きしそうよね。シャチのオスの平均寿命は30歳、最高寿命は約50歳、メスの平均寿命は50歳、最高寿命は80歳余りと言われている。メスの方が長生きなのね。人間と同じなのだ。男性よりも女性の方が平均寿命が長い。そうなの、知らなかったわ。話を戻すのだ。野生のシャチの死因についての調査はまだあまり行われていないけれど、幼いものは感染症や栄養不良、若いものや成体の場合は細菌感染症、病気、頓的外傷が原因だと報告されている。この報告では成年齢での最大の死因に人間が関係するものが多くあるとされていて、釣り針を飲み込んでしまったり、漁網に絡む漁船への衝突などがあったのだ。ラーテルの時も人間が原因で数を減らしていたわね。他の生物と共存できるように人間側がきちんと配慮する必要があると思うわ。環境に配慮して行動できるのは知性を持つ生物だけ。人間の意識が変わっていけば、いろんな生物が暮らしやすくなるはずなのだ。シャチは肉食性で、海の中での食物連鎖の頂点に君臨している。武器を使う人間を含めなければ自然界での天敵はいないのだ。さすが水中生物最強ね。ただし弱ってしまった個体や体の小さな個体がサメや他の大型のクジラに攻撃されたり、シャチの体内から別のシャチの一部が発見されたりすることはある。また自分が得をしない戦闘はできるだけ避ける傾向にあり、食べる必要のないものをむやみやたらに襲うことはほぼないのだ。強いのに無駄な争いを避けるなんてなんかかっこいいわ。アザラシやオタリアを襲うときにわざわざ海面上に放り投げて必要以上の苦痛を与えることがあるが、これはまだ幼いシャチに安全な海中での狩りの練習をさせるためだと考えられている。または陸上のアザラシを捕食する際にシャチ自身が海に戻れなくなり死亡するのを防ぐためだとも考えられているのだ。しかし未だはっきりしたことは判明していない。本当に賢いわね。各タイプのメインの獲物だけではなく、小さいものでは魚、イカ、海鳥、
ペンギン。大きなものではオタリア、アザラシ、イルカ、ホッキョクグマ、時にはクジラやサメなど、捕食する動物はたし多様なのだ。最強の生物って感じがするわね。一部を別種とする学説があることからもわかるように、一頭のシャチが様々な種類の動物を捕食するというよりは、それぞれ個体ごとに様々な好みを持った生物であると考えた方がわかりやすい。個体ごとに好みが違うのね。ヒゲクジラ類の中でも比較的小さいミンククジラやコククジラの幼獣をよく捕食していて、稀に未成熟のザトウクジラやシロナガスクジラなどを狙うことがあるのだ。ヒゲクジラ類はシャチよりも体が格段に大きく、幼獣のそばには大抵は母クジラがついている。シャチが幼獣を捕食しようとしても母クジラが守ろうとするため、かなり手強い獲物なのだ。またマッコウクジラやヒゲクジラ類の成獣は体が大きい上に力も強いので、シャチ自身が致命傷を負ってしまう可能性があるので、襲うようなことはほとんどない。相手をちゃんと見定めているのね。でもクジラもおとなしくやられているだけではないのだ。他の種類の動物がシャチに攻撃されている時に、ザトウクジラがシャチを反撃して助けたり、マッコウクジラのメスと子供の群れがシャチの群れに襲撃された時に、近くにいた未成熟のオス一頭が救助に行き無事に脱出したりすることもある。自分も危ないかもしれないのに、かっこいいわね。またゴンドウクジラはシャチの声を察知すると集団でシャチの群れを追い回して、シャチをその海域から退散させるなど、他の鯨種が対抗手段を見せる事例もあった。みんなで力を合わせて立ち向かえば怖くないものね。クジラの団結力に感動したわ。けれどシャチだって黙ってはいられない。賢いシャチは高度な狩りの技術を持っているのだ。どんなものなの？氷の下からの奇襲を仕掛けたり、群れで協力した確実に仕留めに行ったり、挟み撃ちなんかもする。シャチも仲間同士協力したりするのね。他にもさっき紹介したクリックオンを通常より凝縮させて獲物に当てましさせることができる。これにより格段に捕食がしやすくなるのだ。またアルゼンチンのバルデス半島では海中から浜辺へ突進し這い上がり、浜辺にいるアシカやオタリアなどを捕食するオルカアタックと呼ばれる行動も見られる。さらに水面下を遊泳していた3メートルほどの大きさのサメを真下から攻撃して一撃で仕留めたのを、海洋学者のジャック・イブ・クストーの海洋探査船が報告しているのだ。サメを一撃でオルカアタック恐るべしね。サメやエイを捕食する際には獲物の体をひっくり返して擬死状態にすることで抵抗できなくさせてから食べる、軟骨魚類特有の性質を用いた有効な狩猟方法なんだけど、エイ脳にある猛毒でシャチが思わぬ致命傷を負ってしまうことも稀にあるみたいなのだ。それは悲しいわね。口に入れた魚をわざと吐き出して鳥類をおびき寄せ、集まってきた鳥たちを食べたというのも報告されている。さらにアザラシが氷上にいることを確認して群れで氷の下を何度も通過して大きな波を起こし海中に落としてから捕食した事例も報告されているのだ。狩りの仕方のレパートリー多いわね。その賢さで最強と呼ばれているのかもしれないわね。これは本当にその通りで、クジラの幼獣を襲う際には幼獣の上から何度も押しかかる。これを繰り返しているうちに幼獣は呼吸ができなくなり窒息させて仕留める。何それ怖いわ。しかしさっき話したように母クジラが幼獣を守るためにシャチを追い払おうとするし、仕留めるのに何時間もかかる場合もあるので、この作戦は失敗することも多い。それはもちろん母クジラだって子供を守るために必死になるわよね。クジラ親子の絆に感動したけど、同時に自然界の厳しさを知ったわ。ちなみにシャチはクジラの舌や口付近が好物で、他の多くの部分は食べずに放置するけれど、しばしばシャチがクジラの死体のある場所に訪れて死体を食べることもあるのだ。もうシャチ怖すぎるわよ。これまでの話でシャチは強くてかなり賢い水中最強の生物だということは分かったわ。でも全ての生態系の頂点にいる人間に果たして手を出せるかしら。メタン、油断は禁物なのだ。いつか狩られてしまう。どういうこと？シャチが人間へ危害を加える事例は過去に多くあった。もう知っている通りシャチは高い知能を持つ動物だから確実にとは言えないものの、無駄な狩りを行わない。でも好奇心が旺盛なため、じゃれようとして人間に怪我をさせてしまったという例が多い。悪気はないと思うし、これは事故ね。この場合はそうなのだ。ただ、人間がシャチに危害を加えてそのシャチの仲間が報復するケースがあった。シャチも仲間のためにやり返したりするのね。
他にもサーファーが足を噛まれた例もあるけど、じゃれているつもりだったり、シャチ特有の好奇心の強さによるアプローチだったり、捕食目的ではないと考えられている。もしシャチが人間を捕食目的で襲ったのであれば、自慢の歯と顎の大きさで一瞬で食べられてしまうのだ。想像しただけで鳥肌が止まらないわ。水族館のショーで芸を披露している姿はあんなにも可愛いというのに。確かに可愛いけれど、水族館でもある事件を起こしている。え、水族館で飼育されているシャチは安全じゃないの？その水族館で飼育されているシャチがステージ上にいた飼育員を水中に引きずり込んで溺死させるという事件があったのだ。この事件のシャチは過去にも飼育員と一般人を死亡させていて、まさかの3人目の犠牲者だった。前に水族館で買ったシャチのぬいぐるみを大切に飾っているんだけど、今日はしまうことにするわ。ぬいぐるみは可愛いだけだからそのままでいいのだ。それもそうね。今までシャチが意図的に人を食い殺したという事例は報告されていないけど、その巨体や顎の力の強さゆえに、シャチ側はじゃれているだけでも場合によっては被害を受ける可能性がある。絶対に安全とは言えないので、もし触れる場合には細心の注意を払わなければならない。これはシャチに限ったことじゃなくて、大型の動物類全てに言えることよね。人間側が気をつければ防げる事故は多くあるもの。また経済面でシャチによる漁業被害も報告されている。シャチは大型魚を食べてしまうので、漁業関係に与える被害も決して無視できるものではない。捕鯨が盛んに行われていた時代には、人間が仕留めたクジラをシャチが狙って荒らされてしまう食害が報告されたのだ。この対策としてノルウェーなどの日本以外の捕鯨国ではシャチ撃対応にライフルマンを雇っていたこともあった。過去にはシャチと人間の戦いが起きていたのね。日本の北海道釧路町ではシャチが漁網ごと魚を食いちぎる動画を地元漁業者が撮影し、被害を訴えている。しかしこれは動物が生きていくのに欠かせない食事という行為であり、人間のルールは野生の動物たちには通用しないため、非常に難しい問題なのだ。地元漁業者だって生活がかかっているもの。生きていくための大切な仕事なのよね。今回は最強陸生生物ら当てると最強水中生物シャチについて紹介してみたのだ。とても興味深かったわ。獰猛で大型動物にも立ち向かうら当てると、頭脳派で無駄な争いを好まないシャチ、正反対の性格をしていたわね。今はこの2匹がトップの座にいるけど、今後さらなる強者が出てくるかもしれない。これからもランキングから目が離せないわね。やっほー、ズンダモンなのだ。どうも四国メタンです。メタン、難しい顔をしてどうしたのだ？今日は地元の保健所が主催した感染症の講演会に行ってみたのよ。恐ろしい病気のことをいろいろ聞いてちょっと疲れちゃったわ。日本は衛生管理がしっかりしているけど、他の国では不衛生な環境が原因で感染症も多いのね。ちょっと不謹慎な言い方だけど、日本に住んでいてよかったと思ってしまうわ。だけど日本でも過去には恐ろしい感染症が流行り、多くの国民が犠牲になっているのだ。しかも病気の存在は以前から分かっていたのに、根絶までになんと115年もかかったと言われている。そんなとんでもない感染症が起きていたなんて全然知らなかったわ。じゃあ今日は日本充血吸虫症について詳しく見ていこう。なんだか漢字ばかりで難しそうな名前ね。しかも病気の名前に日本の名前が入っているなんて、ただごとではない感じがするわ。さっきメタンが言った通り、近年の日本では命に関わる感染症の報告は少ない。なぜならゴミ処理の徹底や下水道の整備など公衆衛生管理にかなり力を入れているからなのだ。綺麗な状態を維持することで感染症の発生リスクを抑えていたのね。それに空港や海港での防疫対策を強化していて、病気を媒介するかなどの侵入を防いでいる。日頃から徹底した対策が取られているから、私たちは安全な暮らしを手に入れることができているわ。だけど遥か昔まで遡ると、日本でも恐ろしい感染症は蔓延していたのだ。日本充血吸虫症といっても分かりづらいので、ちょっと言葉を分解してみよう。この場合は日本と充血吸虫、そして病気に分けることができる。つまり充血吸虫という寄生虫による感染症が日本で発生したという意味になるのだ。じゃあこの病気は日本人じゃないと感染しないってことかしら？いや、決してそうではない。充血吸虫はアジア圏に広く存在していて、日本はそのうちの1カ国に過ぎないのだ。ただ原因となる寄生虫が日本で発見されたので、日本の名前を冠している。
名前だけだと日本に原因があるような印象だけど、そうじゃないって分かって安心したわ。だけど改めて名前を読んでみても、充血球虫なんて虫は聞いたことがないわ。分類上では同名の充血球虫科に属していて、主に哺乳類や鳥類の血管に寄生する。成虫は紐のように細長くて、体内にある門脈という部位に集合するのだ。ちなみに門脈とは静脈の一種で、特に臓器と血管がつながる部位を指す。入り口だから門脈と呼んでいるのね。日本充血球虫は特に肝臓とのつなぎ目、いわゆる肝門脈に寄生することが知られている。この虫は成虫になるとオスが9から18ミリ、メスは15から25ミリまで成長するのだ。オスとメスは抱き合う形で肝門脈に寄生するから、静脈の血流を遮断してしまう。そんなことをしたら血液が回らなくて肝臓が壊れてしまうわ。だから多くの患者は肝機能障害に陥り、肝硬変を起こして命を落とすことになるのだ。さらに血中に産卵を行うので、卵も他の臓器へ流れて血管を塞いでしまう。そうなると寄生された人はまさに地獄のような苦痛を味わうことになるのだ。また特徴的な症状としては、水死鳥満といって、お腹が異様に膨らむ現象が確認できる。聞けば聞くほど恐ろしい病気だけど、どうしてお腹が膨らんでしまうのかしら。肝臓付近の血流が止まると、処理しきれない水分が腹部に溜まってくる。この水は腹水と呼ばれていて、内側から腹部を押し広げているのだ。じゃあ患者の命を助けたいなら、針でも刺して腹水を抜き取る必要があるのね。だけどそれでは一時的に水が抜けただけで、根本的な解決には至っていない。それに人体に針を刺すという行為自体も、誰もが簡単にできるわけではないのだ。でも糖尿病の患者さんは自分でインスリン注射を行っているわ。原理としては針を刺してインスリンを打ち込むか、腹水を抜き取るかの違いだと思うけど、インスリン注射は皮下注射に分類され、針も短いから素人でも安全に使用できるのだ。だけど腹水を注射で抜くためには、人体のかなり奥まで針を刺さないといけない。素人がそんなことをすると、関係のない臓器や血管を損傷させる危険が大きいのだ。それに針を刺すという行為は、他の感染症を招くという大きなリスクもある。注射は肌を傷つけて異物を体内に入れるから、その際に病原体を体内に入れてしまうのね。一時的な症状緩和のために、そこまで大きなリスクは負えないわ。医療技術が飛躍的に進歩した現代でも、腹水を手軽に処理できる方法は存在しない。まして日本充血球虫の存在が確認されたのは1900年代のことなのだ。さらにこの病気は1400年代、戦国時代の頃から蔓延していたとも言われている。ここまで恐ろしい病気がそんな昔から存在していたなんて驚きだわ。しかも当時は発症する原因がわからなかったから、患者を救うことさえできなかったのだ。それじゃあ一度感染すると絶対に助からない、まさに悪魔の感染症だったってことね。でも恐ろしい病気が実在していたなら、現代まで語り継がれているはずだわ。例えば過去に日本で起きた四大公害病だって、ちゃんと授業で習っているでしょう。確かにその通りなのだ。四大公害病は1950年代から1970年まで発生した大規模な公害事件の総称だ。痛い病、水俣病、四日市喘息、そして新潟水俣病の4つを指している。テストにもよく出たから、この4つはすぐに思いつくわ。だけど日本充血球虫症は授業で習ってないし、存在自体も今日初めて知ったわよ。すごく恐ろしい病気なのに、どうして同じように扱われていないの？それは日本充血球虫症がごく限られた地域でのみ流行したからなのだ。四大公害病も発生した地域は限定されているけど、その原因は工場排水や排気ガスなどによる大規模な環境汚染だったことが分かっている。そして同じような公害は全国各地で起きる可能性が高かったのだ。だから国民への情報提供を徹底し、さらに子どもたちへの教育も強化した。じゃあ日本充血球虫症は他の場所で感染する恐れがなかったってこと？少なくとも蔓延した当時は全国規模で拡散するとは考えられていなかったのだ。なぜならとある村では感染者が急増しているのに、隣の村では誰も体調を崩していない。そんなことが日常的にあったから、広域感染という発想そのものがなかった。こうした地域限定の病気のことを人々は風土病と呼んで恐れていたのだ。同じ地域でも病気の有無に差があるなんて、ちょっと不思議な現象だわ。環境や生活様式など関係する条件が多く、当時の医学では原因を解明することも困難だった。
だからフード量は呪いのような存在とされ、人々はただ怯え続けていたのだ。そこまで危険な状態に置かれているなら、村を離れて安全な土地へ避難したらいいのにね。もちろん現代ではそう考える人の方が圧倒的に多いのだ。だけど当時の人々はその選択を拒み続け、自分からフード量の餌食になっていた。どうして安心できる生活を捨ててまで危険な村にとどまろうとしたの？多くの人は先祖を深く尊敬していて、受け継いだ土地を手放すことに罪悪感を抱いていた。先代から受け継いだものを後世へ伝えることが一番の美徳だとされていたのだ。現代ではそんなしきたりに縛られることなく自分の生き方を選ぶ人の方が多いかもね。でも昔の人は責任感がすごく強くて土地をしっかり守ろうとしていたんだわ。もちろん理由はそれだけではなく、一番大きな原因は幕藩体制にあったと考えているのだ。それって確か徳川家康が江戸幕府を開いた時に作ったルールよね。幕府は現代の日本政府、藩は都道府県に置き換えると関係性が分かりやすいわ。確かに関係性を把握するためにはいい方法だけど、幕府が藩を支配する立場にあるのだ。現代の日本は都道府県に分かれていても日本という一つの国家である。だから例えば北海道が日本政府に反旗を翻して独立国になるようなことはないのだ。そんなことをしても北海道民にはメリットなんてないものね。だけど藩というのはかつて独立した国の一つであり、幕府に無理やり従わされていた。だからその気になれば幕府を襲撃することも十分に考えられていたのだ。だから幕府は自分に都合のいいルールを作って各藩の増長を抑え続けることにした。天下統一が果たされてもまだ日本は一つの国としてまとまっていなかったんだわ。そしてこのルールの中に、国民は生まれ育った藩から出てはいけないというとても理不尽な文言が加えられていたのだ。それって人材が一つの藩に集中して勢力が拡大することを防止したってことね。もしこのルールを破ったら脱藩者と呼ばれ、犯罪人と同じ扱いを受けることになる。そしてもし地元に家族が残っていれば、一人残らず処刑されるほどの重罪だったのだ。そういえば坂本龍馬元佐藩から脱藩して故郷に戻れなくなったのよね。その通りなのだ。ちなみに龍馬の家族が処刑されたという記録はなく、運よく難を逃れたとされている。だけどそれは極めてレアケースであるため、多くの人々は地元を離れることができなかったのだ。でも日本中血宮中傷は1900年代まで続いていたって聞いたわ。その頃には幕藩体制なんてなくなっているけど、それでも現地の人々は避難しなかったの。昔からの慣習というのはすぐに抜けないので、地元を離れるという決断は誰もできなかった。それにどこかへ移住しても出身地がバレたら、移住先でどんな目に遭わされるかわからないのだ。逆に病気が蔓延している村に嫁ぐ際は嫁入り道具に棺桶が入っていたらしい。きっと当時は自分の意思で結婚なんてできないから、危険と分かっていても断れなかったのね。このように人々の往来が制限されたことで、フード量を知る人間も自然と減少していくことになる。そして地域限定の病気は医学的にも注目されず、原因究明が全くなされなかったのだ。その地域に住む人々は確実に病気を患うけど、それがどういうものか分からずに弱っていく。そんな悪評だけが一人歩きを始めて、やがてフード病と呼ばれるようになるんだわ。次は実際に発症した地域について触れていこう。ここまでの説明だと日本中血宮中症は限られた地域でのみ発症したってことよね。該当する地域はいくつかあったんだけど、有名な場所の一つに山梨県の五名村がある。現在この地域は違う名前に変わっているけど、かつては奇病の蔓延地域として恐れられていた。日本中血宮中症の初期症状は発熱、腹痛、下痢または粘膜便などが挙げられる。でも不思議なことにこの病気は同じ村に住んでいても全員が発症するわけではない。それって特別な体質の持ち主には症状が出なかったってこと？いや、体質的な要因ではなく、裕福な人はなぜかこの病気にはかからなかったのだ。逆に貧しい農民の半数以上が日本中血宮中症の犠牲になっていた。たとえ病気でもお金持ちには忖度するような損得感情があるのかしら？多分そんなことはないのだ。とにかくわからないことばかりだったため、この病気はたたりか呪いの類ではないかと噂される。非科学的な結論が出されたけど、そうでもしないと納得できないものね。やがて地元の人間は地方病と呼ぶようになった。そして五名村の人々は明治時代の1874年に村を離れる決意を固める。
というのも五明村の近くにはもう一つ村があり、標高が高いその場所では発症していなかったのだ。だから人々は土地そのものが呪われていると判断して移住を決意したというわけだ。だけどその当時はまだ幕藩体制の名残があって、簡単に移住なんてできなかったんでしょう。その通りで、人々の移住が認められたのは嘆願書が提出されてから実に30年以上が経っていた。慣習なんて人間が勝手に作ったルールなのに簡単に変更できないのはちょっと理不尽だわ。だいぶ後になって移住の許可が下りたのは、この病気の原因が明らかになったからなのだ。地方病がたたりや呪いではなく、日本充血宮中症という病気であることがこの後証明されるのね。その舞台となったのは同じ山梨県の小さな村だ。現在の笛吹市にあたるその地域でもやはり原因不明の奇病に苦しんでいた。本当に山梨県の各地でこの病気は猛威を振るっていたのね。住民は病気の解明と治療方法の開発を求めて県令に嘆願書を送りつけている。ちなみに県令とは現在の知事にあたる役職なのだ。地元のトップに直接要求するほどみんな追い詰められていたってことだわ。村では不思議なことが起きていて、患者の多くが中心部に集中していた。そして郊外ではほとんど発症しなかったのだ。一つの村でも発症の有無が分かれるなんてやっぱりおかしいわ。住民の声を無視できないと思った県令はすぐに医師を派遣して調査を行った。患者を往診して現状を把握したり、飲用水に異常がないかを念入りに調べたのだ。さらに当時では最先端技術だった検便検査も行い、虫の卵と成虫を発見する。あら、意外とあっさり原因が見つかったのね。いや、この虫は日本充血宮中ではなく、それまでも確認されていた寄生虫だったのだ。有力な手がかりが見つからず、調査もいよいよ中断されるかというタイミングだけど、ここから思わぬ出来事をきっかけに国を挙げた調査が行われることになるのだ。国家をも動かす出来事って一体何があったの？山梨県から一人の青年が日本軍に徴兵されたんだけど、彼はすでに日本充血宮中症を発症していた。腹水が溜まって腹は膨れ、栄養失調で今にも倒れそうな感じだったらしい。それを見た日本軍は地方病の存在を知り、危機感を募らせることになったのだ。そして本格的な対策を行うよう政府を通じて山梨県令に命じた。それってちょっとおかしな話だわ。日本政府が直接指示を出すのはわかるけど、どうして軍隊がそんなことに口出ししたの？当時は富国強兵という言葉をスローガンに軍隊の増強が急務とされていたのだ。つまり圧倒的な武力で他国を侵略し、自国の領土を広げることが国の目標となっていた。だから健康な兵隊が求められた時代だったのだ。でも地方病にかかった人間は兵隊になれないから、日本軍にとって重大な問題だったのね。国家の中枢から命令を受けたことで、山梨県令は病気を撲滅させないといけなくなった。その時に医師として調査に名乗りを上げたのが地元に住んでいる吉岡医師だったのだ。彼はこの病気が肝機能障害によるものだと突き止め、子供でも肝臓の変性が見られることからアルコールによるものではないことを見抜いた。とても優秀なお医者さんだったのね。これならすごく期待ができるわ。ところがそんな彼でも大きな壁にぶち当たってしまうのだ。吉岡医師は病気の蔓延地域を地図にまとめ、どの場所も川辺に位置していることを突き止めた。さらにそうした地域では昔からホタルを追いかけて川に入ると腹が太鼓のように膨れて命を落とすという言い伝えが残っていることが分かったのだ。ほとんど答えが提示されているわね。ここまで順調に進んでいるのにどうして壁に阻まれてしまったの？川に入ると地方病に感染するかもしれない。それはほぼ確実だったけど、これ以上は患者を解剖してみないとわからないのだ。でも多くの人が命を落としてしまったのなら、その体を有効活用することはできなかったの？実はそこが一番の問題だった。なぜなら当時の人々は絶命するということを何よりも恐れていたのだ。どんなに屈強な大男でも絶命すると考えただけで体中が震えたという。それに意識がなくても体にメスを入れるなんて、それこそ罰当たりだと指摘されてきた歴史がある。じゃあ病気の原因究明には誰も協力してくれなかったのね。それに明治時代になると身分制度による従属関係も解消されている。誰かが立場を利用して勝手に解剖を行う横暴も許される時代ではなかったのだ。こうして吉岡医師は打つ手が見つからず、去り行く人々を見送ることしかできずにいた。医師としては嫌でも無力さを感じてしまうわ。そんな中、地方病を発症した一人の女性が
その体を差し出すと名乗り出たのだ。その女性だって恐怖に押しつぶされそうになりながら、それでも誰かのために犠牲になろうと決めたのね。彼女の英断には吉岡医師だけでなく、多くの関係者が涙を流して謝罪したという。そして解剖によって取り出された臓器を見ると、女性の肝臓は白い斑点がいくつも浮き出ていた。肝臓の表面には繊維状の何かが張り付き、主要な血管には虫の卵が詰まっていたのだ。やっぱり解剖して直接確認したことで新しい発見をすることができたのね。この段階では成虫を見つけることはできなかったけど、何かしらの異変が起きていることは確認できた。特に大きな発見だったのは卵の大きさで、他の寄生虫よりかなり大きい。それはつまり新種の寄生虫が存在していることの誤解の証拠になったのだ。女性の犠牲と引き換えに多くの情報が手に入り、問題解決に向けて一気に動き出すことになる。あらゆる恐怖を乗り越えて名乗り出た女性は本当に素晴らしい人格者だったわ。そして1904年になると、新たな医師がこの問題に興味を示すようになるのだ。医師の名前は桂田富次郎といって、岡山県で医学専門学校の教授職に就いていた。この当時は岡山県でも肝臓ジストマという別の寄生虫による病気が流行している。桂田教授はその寄生虫の研究を行っていた当時では珍しい専門家だったのだ。現役のプロが調査に参加してくれるなんて、これほど心強いことはないわ。彼は虫の卵に注目し、蓋がないことに気がついた。というのも、彼が研究していた肝臓ジストマをはじめ、それまで発見された寄生虫の多くは卵に蓋がついていたのだ。そして蓋がないという特徴は、アフリカで流行したビルハルツ充血球虫と同じだった。つまりその特徴に注目すると、この寄生虫が充血球虫であると推測できたのね。さらに新種の寄生虫はオスとメスの区別があり、充血球虫である可能性がより高くなる。また卵は患者の便から採取されたものの、やはり成虫は確認できなかった。つまり本体は胃や腸といった消化器官ではなく、他の臓器に潜んでいるのではないかと仮定したのだ。今では肝門脈や血管内にいると分かっているけど、当時はそんなことさえ分かっていなかったのよね。調査を進展させるためには、やはり成虫を見つけ出すしかない。そこで桂田教授は仲間のペットだった猫を解剖し、成虫を見つけ出すという決断を下したのだ。もちろんこの個体も地方病に感染していて、余命いくばくもない状態だった。つまり人道的には問題のない解剖だったってことね。そうして解剖された猫の肝臓からは新種の寄生虫が1匹発見されたのだ。だけどこの時すでに寄生虫は生き絶えていた。調査のためには生きた状態の成虫が必要なため、桂田教授は猫をさらに1匹解剖したのだ。するとその個体からは寄生虫のオスが24匹、メスが8匹も発見された。この発見が決め手となって、地方病は寄生虫による病気だと判明したのね。たたりや呪いといった非科学的な現象ではなく、原因が存在する病気だった。それが分かっただけでも、多くの人々は安心することができたのだ。この寄生虫は発見者の桂田教授によって日本充血球虫と名付けられた。そしてこの発見は日本充血球虫症の症例として国内外に発信されたのだ。病名に日本の名前を使うのは不本意だけど、起病の原因を日本人医師が特定したことは誇らしいわ。こうして地方病は解決したように見えるけど、実はまだ大きな疑問が残されていた。そもそも寄生虫はどうやって動物の体に入り込んだのかってことね。でも水辺で遊んだらお腹が膨れるって昔から言い伝えられてきたんでしょ。だったら川の中に寄生虫が住んでいて、水と一緒に口から体内へ侵入したんじゃないの。もちろんその可能性が一番高いとされ、人々はまず川遊びを禁止した。さらに飲み水は必ず沸騰させることを徹底し、作用を日常的に飲むようになる。だけど地方病の流行を食い止めることができなかったのだ。どれも有効な対策だと思っていたのに、どうして効果がなかったのかしら。実はこの時、地方病は経口感染ではなく経皮感染をしているのではという声が上がっていた。つまり口から寄生虫が入るんじゃなくて、皮膚を突き破って侵入してくるってこと。その通りなのだ。この時に注目されたのが、感染地域でよく目撃された泥かぶれという現象だ。これは川や田んぼに入ると肌が赤くただれるもので、特に農家にとっては悩みの種だった。原因は謎だけど、農作業をしないわけにもいかず、多くの農業従事者が肌疾患に苦しんだのだ。そして地方病にかかる人の多くはこの泥かぶれを経験していることが分かっている。
じゃあ肌が赤くただれるという症状は寄生虫の侵入に反応したからってことかしら。その関係性を調べるために牛を17頭使って次のような実験が行われた。まず牛を4つのグループに分けて、それぞれに異なる環境を与える。清潔な水を与えて建物から外に出ない A グループ、清潔な水は与えるけど外では飲ませず、その上で川遊びをさせる B グループ、川の水を主に与えるけど体に水分が付着しないようカバーされた C グループ、そして川の水を与えた上川遊びをたくさん行った D グループの4つだ。つまり A は感染のリスクが少なく、 B は飲み水は安全だけど川の水が皮膚に付着する可能性があるわ、 C は飲み水から感染する恐れがあるものの皮膚は川の水と直接触れないようになっているのね、そして D は経口感染の恐れがあるし皮膚からの感染も否定できないって感じだわ。この実験の結果、体内に寄生虫が入り込んだのは B と D のグループだけだった。つまり飲み水の清潔さに関わらず皮膚が川に直接触れたグループだけが寄生されたのだ。やっぱり日本中血球中は皮膚から体内に侵入していたのね。そして泥かぶれの症状は寄生された際に肌が炎症を起こしていたんだわ。ここまで事実が明らかになったら地方病なんてあっという間に撲滅できるわね。いや、実はまだ大きな謎が隠されているのだ。感染経路の最終的な確認のため最後にこんな実験が行われた。日本中血球中の卵を孵化させて、生まれた幼虫を水槽の水に入れる。そこに猫やネズミの足を入れて実際に寄生されるかを検証したのだ。すると幼虫は動物に寄生することなく全て絶滅してしまった。それはおかしな話だわ。だって幼虫は水中に入ってきた動物の皮膚から体内に侵入するって言ったばかりよ。この謎を解く鍵は日本中血球中の成長段階にあった。彼らは孵化するとミランジウムという幼体になり、その後セルカリアという状態に成長するのだ。幼虫から成虫になる前にもう一回成長するってことかしら。その通りで彼らはセルカリアになって初めて動物の体に寄生できる能力を持つのだ。そして幼体からセルカリアへ成長する間は特定の生物に寄生していることが判明した。その生物こそ川に生息するミヤイリダイだったのだ。体長6から8ミリほどの小さな貝だけど、実はこの当時まだ発見されていなかった。そんな小さな貝なんて専門家が探さない限り見つかるはずがないわ。だから発見までにはかなりの時間が必要だったのだ。日本中血球中はこのミヤイリダイに一度寄生して十分に成長してから動物へ寄生する。このように中継地点的な役割を持たされる生物は中間宿主と呼ばれているのだ。そしてミヤイリダイの存在が確認できたことで日本中血球中症は一気に解決へ向かうことになる。確かに中間宿主をどうにかしてしまえば原因となる寄生虫も繁殖することができなくなるわ。現地の人々は村を挙げてミヤイリダイの選別を行うことにしたのだ。その駆除方法とはなんと箸で一個ずつ採取するというものだった。とんでもなく地道な活動じゃない。確かに一個ずつ手作業なんて気が遠くなりそうだ。だけど効果は確実に現れていったのだ。それまで注目されることもなく見逃されてきたけどミヤイリダイの繁殖能力は凄まじかった。水辺から陸地にまで生息範囲を広げており、さらに1個がとても小さくまとめて駆除できない。だから手作業で確実に除去するという方法も実際にはすごく有効だったので。しかも採取した貝は国が買い取っていたので人々の財布もわずかに潤い始めていた。利益のために人々は率先して貝を拾うようになり、相乗効果で村にも活気が戻っていた。もちろんその他にも効果のある薬剤を噴霧したり火炎放射器で焼き払う方法も試している。さらにミヤイリダイの生息地そのものをなくすために農業水路をすべてコンクリートで覆うことにした。水路が整備されると川の流れが速くなるためミヤイリダイがとどまれなくなるのだ。こうやって生息できる場所を減らしながら駆除も同時進行で行っていったのね。こうした地道な活動が実を結び日本中血球中症は完全に撲滅された。1995年に山梨県知事が収束宣言を行ったことでおよそ115年続いた問題に終止符が打たれたのだ。どんな状況でも諦めなかった研究者の努力と地域の人々の奮闘があってこそ勝ち取った勝利よね。というわけで日本中血球中症の解説はこれで終わりなのだ。日本でこんな恐ろしい病気が流行していたなんて今でも信じられないわ。だけど多くの人々の努力があってこそ私たちの生活も守られているのよね。
2020年にパンデミックが起きた際には医療関係者の皆さんにとてもお世話になったのだ。だけどいつまでもそうした人たちに頼り切るわけにはいかないと思う。山梨県民のようにみんなで力を合わせて対策を取り続けることも大事なのよね。やっほ、ずんだもんなのだ。どうも四国メタンです。過去の出来事を変えることができたらいいなと思うことってあるかな？もしもあの時っていう想像を膨らませることは誰にでもあるわよね。想像ってなんだか強い好奇心をかきたてるからね。そうかもしれない。その中でも多くの人が想像したことがあるであろう。もしも恐竜が絶滅していなかったら、という仮定から広がる話をご紹介していくのだ。なんだかロマンを感じるわね。もしも恐竜が絶滅していなかったらどうなっていたか、その恐竜の特徴なども合わせて解説していくから、ぜひ見ていってほしいのだ。ディノサウロイドって聞いたことあるかな？聞いたことない恐竜の名前ね。ディノサウロイドは身長は約170cm、人型をしていて全身は鱗で覆われている。頭部はやや大きく爬虫類のようなよろりとした目を持っているんだけど、人間のような耳はついておらず、口は亀に似ているのだ。まるで爬虫類の特徴を持った人間みたいな容姿をしているのね。そんな生物が存在するのかしら？サウロイドという言葉がサウルスとロイドという言葉を足してできていることにピンときた人もいるかもしれない。ディノサウロイドは恐竜が進化したものとして描かれた生き物なのだ。なんだ、空想の生物なのね。恐竜ということは爬虫類から派生した生き物なのよね。そういうことになる。その性質は哺乳類である人間とは全く違っている。性別は外見からははっきりせず、乳房もない。また性器は体内にあり、外見ではオス、メスの区別はつかないのだ。人間とはだいぶ違う感じがするわね。さらに指は3本しかなく、鳥の鳴き声のような言語を操るものと想定されているのだ。言葉だけではなかなかイメージしづらいわね。カナダ国立自然博物館にはディノサウロイドの仮説を立てたラッセル博士が監修した模型がある。興味がある人は観光がてら行ってみるといいかもしれないのだ。それはいいわね。ぜひ行ってみたいものだわ。模型はイギリスのドーチェスターにある恐竜博物館でも見ることができる。ちなみにカナダの模型は2019年に来日したこともあるのだ。東京の国立科学博物館で恐竜博2019が行われた際に展示されていたので、見たことある人もいるかもしれないな。日本にも来たことがあるのね。見逃していたわ。ディノサウロイドという言葉がこの世に登場したのは今から約40年も前のこと。1982年にカナダ人の古生物学者であったデイル・ラッセル博士が、知能が高かった恐竜の存在からもしも恐竜が絶滅していなかったら、彼らは人間のような姿をしていただろうという仮説を立てたことに起因するのだ。その仮説は何をもとに立てられたのかしら？トロードンという実在の恐竜をもとにしたものなのだ。トロードンは約7400万年前から6500万年前の白亜紀後期、北アメリカ大陸にあたる生息域に住んでいた肉食恐竜で、羽毛を持っていた。どんな恐竜だったの？全長は 1.5 メートルから2メートル程度で、恐竜にしては細身だったんだけど、体の割に大きな脳を持っていたことが特徴だったのだ。人間サイズの恐竜だったのね。その脳の容量は現代のエミューに匹敵するほどだったと推測されていて、中生代で最も賢い動物であったとも言われているのだ。その時代にしてはかなり脳が発達していたのね。そのため笹乞いのように餌を使い魚を捕っていたという説もあるのだ。餌を使っておびき寄せるなんてかなり賢いわね。もはや漁をしているとも言えそうね。また手も発達していて、親指に当たる指と他の指の腹同士が向き合っているような構造をしていて、器用さに長けていたと考えられている。目も大きく正面を向いていたため、人間のように立体視が可能であったとも考えられていて、恐竜の中でも進化した存在であったとも言えるのだ。なるほどね。だからラッセル博士は白亜紀の絶滅が起こっていなかったらという仮定を想像したというわけね。しかしラッセル博士が論文でディノサウロイドについて書いた時の周囲の反応は冷ややかなものだったそうだ。古生物学者たちは擬人感が過ぎると指摘し、他にも人間らしさがうさんくさいなどの批判を浴びたと言われているのだ。ずいぶん酷評されたのね。確かに漫画やアニメの世界の話に聞こえないこともないわよね。昔見た青い猫型ロボットの映画で見たような気がするわ。
少し知識のある人なら様々な根拠を並べて、そんなのありえないと思うかもしれない。それは無理のないことなのだ。恐竜が人型に進化していたかもしれないのならば、なぜ他の生物からも人型の進化を遂げるものが出てこなかったのだと思うのが当然の流れになる。確かにそうだわ。とはいえ、ディノサウロイドに限らず恐竜人間は様々な SF ストーリーや漫画などにも登場しているのだ。日本のアニメではゲッターロボやドラえもん、不思議の海のナディアなどの作品にも出てきている。惑星恐竜というアニメではなんとトロードンから進化したという恐竜人間まで登場しているのだ。ちょっと年代が古くてよくわからないけど、恐竜人間は私たちの想像力をかきたてる存在であるってことなのね。娯楽の一要素としては受け入れられている。確かに面白い発想だと思うわ。ではディノサウロイドは全くもって存在の可能性がないものなのだろうか。人が人として進化したという道をたどったならば、他の生物もその道の上を進むことで人のように進むことはできなかったのだろうか。その可能性については気になるところよね。そこで出てくる言葉が修練進化なのだ。難しい言葉ね。どういう意味なのかしら。修練進化とは、哺乳類と魚類など異なる系統の生物が環境による要因等で同様の選択圧にさらされることにより、それぞれが似通った形態へと進化を遂げること。なんだか難しいわね。選択圧という言葉も難しく聞こえるけど、よく例に挙げられるイルカとサメで考えてみるのだ。サメは数億年前の古生代から海に生息していた。それに対してイルカやクジラなど海の哺乳類の共通の先祖パキケトウスは犬の仲間で四肢があり、四足歩行で陸上生活をしていたのだ。へえ、イルカやクジラは犬とは似ても似つかない姿形をしているわよね。信じられないと思う人は多いかもしれない。浅瀬で魚介類を取って生活していたパキケトウスが住んでいたのは遠浅の海岸沿い。魚を取ろうと少し遠くまで泳いでも、浅い海には天敵となり得るような大型肉食魚はいなかった。やがてパキケトウスたちはその生活の拠点を海に移し、やがて海の中だけで生きていくようになったのだ。そこから進化が始まるわけね。海の中では獅子は泳ぐのに適していない。より早く動き、より多くの獲物を捕まえるためには海の中での素早い移動手段が必要だった。そこで彼らは獅子をヒレ状に進化させていったのだ。この必要を迫る圧のことを選択圧というのだ。つまり彼らは海で暮らすことによって手足を取るか泳ぎを取るかの選択を迫られたということね。その通り。そしてイルカはヒレを獲得し、泳ぎに適した形に進化していったのだ。やがて年季の入った泳ぎのプロともいえるサメに近い形を得ていった。他にも修練進化と考えられるものはあるのかしら。例えばモグラの手があるのだ。モグラは哺乳類だけど、その手はフォークのついたシャベルのような形をしている。これに近い手を持っているのがオケラ。全く違う生物種であるのに、両者とも土を掘るのに適した手の形をしているのだ。哺乳類と昆虫なのに土を掘るための進化をした結果、同じような形にたどり着いたのね。本当に面白いわね。またオーストラリアを代表する動物であるカンガルー。彼らは子供を収納する袋が特徴である有袋類という。有袋類で有名なものには他にタスマニアデビルやフクロネズミ、フクロモグラなどがいるんだけど、これらのどれも有袋類ではない哺乳類である有袋番類の猫、ネズミ、モグラなどと姿が酷似しているのだ。それはどうしてなのかしら。つまり全く異なった系統であるにもかかわらず、住んでいる場所や食している食べ物が同じであれば、姿形は似通ってくるということが言えるわけなのだ。なるほどね。そういう視点で見ると結構修練進化を遂げた生き物たちは存在しているのね。だからもし恐竜が絶滅していなかったら、恐竜も人型への進化をしていた可能性はあり、その可能性は頭から否定されるようなものではないということになるのだ。確かにそう言われれば一理あるわね。だからといってディノサウロイドの仮説が正しくなるわけではないのだ。批判の声の中には単なる誹謗中傷のようなものもあるけど、しっかりと理論立てて反論を示すものもいる。反論というのは何か根拠があったのかしら。ラッセル博士のディノサウロイドが否定される根拠の一つが骨格なのだ。哺乳類と爬虫類の最も大きな差異の一つが、哺乳類は胎生、爬虫類が卵生であるということ。
胎生の生物はある程度の大きさになるまで子供をお腹の中で育てるので、肋骨が腹部を覆っていない。そう言われれば確かにそうよね。爬虫類は違うのね。爬虫類の肋骨は腹部までも覆っているのだ。恐竜の骨格も同様に腹部まで肋骨に覆われていて、柔軟性は低かったと考えられている。なるほどね。また柔軟性だけでなく、肋骨がないことにより人型を特徴づける腰のくびれもできなかったと考えられる。白亜紀の大絶滅から辛くも生き延びた現代の鳥類たちも恐竜たちの骨格を受け継いでいて、ずんどでくびれはない。じゃあ空を生活の場としている鳥たちが人のような形へ進化することはないのかしら。よほどのことがない限り考えられないことなのだ。そうなのね。超人がいるとしたら想像していた姿とは違いそうなのね。またリノサウロイドの原型であるトロオドンは近年の研究で体表が羽毛に覆われていたと考えられるようになってきた。そうなると彼らが羽毛をまとったまま人型の形へと進化することは果たして妥当なのか疑問も出てくる。確かにそうかもしれないわね。もしかしたら人型の爬虫類は着ぐるみみたいな感じなのかもしれないわね。もし恐竜が絶滅しなかったらどのように進化していたのかしらね。その進化形態として考えられるものの一つがリノ・サピエンスなのだ。リノ・サピエンスもやはり白亜紀の大絶滅を生き延びたトロオドンをモデルに構想された。トロオドン大人気ですごいわね。それだけ賢い生き物だったと考えられているということなのだ。確かに賢い生物であればあるほどより高度な進化をしている可能性が高そうだものね。それでリノ・サピエンスはどのような構想で生まれたのかしら。それは次のような条件のもと考えられている。6600万年前に大絶滅は起こらなかった。恐竜の中でも比較的手先が器用で脳の容積が大きかったトロオドンはやがて手に物を持つようになった。次に物を持つようになったものの中からはやがて道具を作り出す者たちが現れた。道具を作り自在に操れるようになると体つきは徐々に華奢になっていった。ディノサウロイドとほぼ変わらなさそうね。直立歩行が定着してくると直立のためのバランスを取る役割を果たしていた尻尾はその名残を残しながらも体は直立に対応した形に変化していった。肋骨は腹部まで覆っていたので腰回りの柔軟性は低く体はずんぐりとしていた。やがてリノ・サピエンスは文明を築き上げ彼らは地球上の支配者として君臨していった。人間のような立場にリノ・サピエンスはついたということね。ラッセル博士の提唱したリノサウロイドとは姿が多少は違うけどこのような修練進化を遂げるという可能性を考える人は他にもいたのだ。恐竜から進化した知的な爬虫類が地球を支配するという世界線があったかもしれないということね。面白い考えね。実はリノ・サピエンスという名称はとある漫画のタイトルにもなっていたのだ。とはいえこの漫画では人型に進化した恐竜が出てくるわけではない。現代と同じく人間が地球上に君臨している近未来の話なのだ。へえ、どんな展開になっていくのかしら。ティラノサウルスよりも強くなりたいと願う少年が古代生物に出会うというように物語が進んでいく。面白そうね。読んでみたいわ。ここからはディノサウロイドの仮説から発展した話を見ていくのだ。ディノサウロイドは人間のような形に進化した恐竜だと理論上の存在として考えられていた。もしも恐竜たちが大絶滅を生き延びていたらという架空の設定の上に成り立つ存在だったのだ。そうよね、あくまでも仮定のお話よね。しかし実はある論文によるとディノサウロイドに関して新たに驚愕の仮説が提唱されている。それはディノサウロイドが宇宙人というものなのだ。宇宙人、なんだか話が壮大になってきたわね。大衆的には親しまれたけど学術的には受け入れられなかった宇宙人説は1980年代のもの。しかしこの論文が発表されたのはごくごく最近のことなのだ。誰がその論文を発表したのかしら。提唱したのはブレスロー博士で彼は地球の生物の誕生の秘密は数十億年前に隕石が特定のアミノ酸を地球上にもたらしそれによって地球上の生物は進化を促されたと考えたのだ。地球の生物が誕生したのはたまたま隕石が衝突したことによって引き起こされたということね。彼は同時にこのようなプロセスを経て生物が進化をしたというのは地球上だけの話ではないだろうと考えた。アミノ酸の構造を考えるとそれによって進化が促される生物が住む星は特徴的に地球の環境に酷似している。
太陽系外の惑星のどこかでそのような星が存在し、地球上に存在する生物が暮らしていると考えられるのだ。無限に広がる宇宙でなら、どこかで地球と同じことは確かに起こっていそうよね。そしてブレスロー博士は、このような星で進化した恐竜たちが滅びることなく二足歩行を始め、やがて人間のような姿や特徴を獲得していき文明を持つに至ったと考えた。修練進化の考え方を用いればありえない話ではない気もするわね。白亜紀に地球に隕石が落ちず恐竜たちが絶滅しなければ哺乳類は今も日陰で生き、今日のように人間が我が物顔で地球上をかっ歩することはなかっただろう。それほど恐竜たちの捕食者としての存在は圧倒的だったのだ。そんな恐竜たちがずっと生き延びたとしたら、直立二足歩行を獲得して道具を使用し始め、さらに大きな脳を手に入れたりしたのかもしれないわね。ディノサウロイドとして地球上でも文明を築いていったかもしれない。ディノサウロイドの見た目の特徴はひょろりと見開いた目、鱗に覆われたからだ。大きく発達した頭部などが挙げられるのだ。宇宙人のグレイはどんな姿をしているのかしら。ひょろりと見開いた目、大きく発達した頭部、皮膚はどのような様子か細かくはわからないけど、なんとなくディノサウロイドと似ているようにも思える。確かに特徴は似ているかもしれないわね。仮に他の星に地球と同じような生物が誕生し、その進化の過程で隕石が落ちず恐竜たちが絶滅しなかった星があるのだとしたら、彼らはどのような文明を築き上げていたのだろうか。もしかしたら私たちが想像するよりもはるか高度な文明が存在していたのかもしれないわよね。その可能性は十分に考えられるのだ。そして僕たちが長いこと空想してきたような宇宙人の姿でやがて人類の前に姿を現すのかもしれない。想像が膨らんでいくわね。宇宙人グレイにとどまらず、地球外生命体の存在は人間の想像力をかきたてる。これまでも多くの人たちが地球外生命体に思いを馳せ、そして多くの科学者たちがその実在を示そうと研究してきたのだ。多くの人が無限に広がる宇宙への関心は高いわよね。その中でも宇宙人に対する興味は尽きることがないわ。かつてノーベル賞を受賞した物理学者エニコ・フェルミ博士は、宇宙は広大で数えきれない星があり、文明を持つ生命体が存在してもおかしくないのに、どうして私たちはそれらに会ったことがないのだろう、という趣旨の発言をしているのだ。本当にその通りだと思うわ。地球外文明の存在する可能性は高いのに、接触が皆無であるのはなぜか。この問いをフェルミのパラドックスという。そんな呼び方があるのね。確かに僕たちが住む銀河系という空間だけでも、太陽の他に2000から4000億の恒星を有している。これだけの星があれば、地球のような惑星の一つや二つあってもおかしくはないと思えるわよね。もしそうだったら、その文明が私たちと出会うことがあってもいいはずだわ。地球外生命体の地球への干渉に関しては実に様々な説がある。地球の各所から発見された大パーツが地球外からもたらされたものであるとか、古代文明の繁栄には宇宙人が関わっているとか、人は実は地球外生命体によって創造されたというものなのだ。でもどれも未解明なのよね。どれも確定的な結論には至ってはいない。その結論が出る日が待ち遠しいわ。これまでにフェルミのパラドックスには多くの科学者が挑戦してきたんだけど、ここへ来て実に興味深い論文が公表されたのだ。どんな内容の論文なのかしら。それは、銀河系にはコミュニケーションを取れる地球外文明が少なくとも36は存在するはずであるというもの。そんなにあるかもしれないのね。とても興味深いわ。この論文はノッティンガム大学の天文物理学者クリストファー・コンセリス氏らによって書かれたものなのだ。コンセリス氏は、合理的にこのような推論をするための情報は揃っているという。これまでは地球外文明の推定に利用されてきたのはドレイクの方程式と呼ばれる統計推定を応用して作られた計算式なのだ。この論文ではこの方程式を再考し、全ての地球に似た惑星が誕生から約50億年後に知的生命体を生み出すと仮定したのだ。とても夢のある話だわ。しかしこの論文では知的文明が長くは続かないのではないかという仮説も立てられていて、悲観的な側面もある。さらに論文によると、仮に文明を持った惑星があったとしても、そこは約1万7000光年も離れていて、地球人がそれを発見するには数百年かかるとも言われているのだ。知的文明があったとしても、すでに滅んでいる可能性があるし、滅んでいなくてもコンタクトを取れるようになるのはまだまだ先のお話というわけね。
そういうことなのだ。いずれにせよ、この仮説も決定的な確証を得られるようなものでもなく、思考実験の域を出ないという見方をする人もいて、一仮説として見るのが良さそうだ。というか、恐竜の話だったのにまさかの宇宙の話になってたわね。思わず脱線してしまったのだ。話を元に戻そう。地球外に生命体がいるとしても、そこからさらに恐竜と同じような生物が登場するのかということも考えなければならない。確かにそうよね。地球の話を例にとってお話ししていくのだ。お願いします。地球では約5億4100万年前に古生代が始まり、その初期のカンブリア紀にはカンブリア爆発により生物が爆発的に多様化した。約2億5000万年前まで続いた古生代だけど、これが終わるまでに微生物はあえて数えないとして、地球上には無脊椎動物では節足動物、軟体動物、脊椎動物では魚類、両生類、爬虫類、そして哺乳類の祖先である単球類が出揃っていたのだ。2億年以上も前にすでに哺乳類の祖先まで出てきていたのね。ちなみに古生代の最後の時代ペルム紀に最も栄えていたのは爬虫類ではなく、人類の祖先と考えられている単球類だったんだけど、ペルム紀末の大絶滅によって単球類は地球上から姿を消すこととなった。続いて始まった中生代にはいなくなった覇者単球類の空席を埋めるかのように爬虫類が発達していった。やがて爬虫類の中から恐竜が誕生したのだ。単球類が絶滅したからこそ爬虫類が台頭してきたということなのね。恐竜が栄えることになったのも実は偶然の産物だったのかもしれないわね。単純に考えてもペルム紀の大絶滅がなければ恐竜たちは地上の覇権を手にすることができなかったかもしれないから、その通りと言えるのだ。それ以前のことについても同様に考えられる。どういうことかしら。魚類が上陸し、そして両生類が登場し、哺乳類となっていく単球類と爬虫類となっていく草球類とに分かれたんだけど、それには生物的な必然性だけでなく環境による偶発性も関わっていたと考えることが自然だと思うのだ。その通りだと思うわ。例えば人の祖先はもともと森の中で暮らしていたと考えられている。そこに乾燥化という環境の変化によって平野へとその住処を移していったことが人としての進化の要因だったとも言われているのだ。森にずっと住んでいたら今の私たちのようにはなっていなかったかもしれないのね。確かに森があったらあえて完全な二足歩行に進化する必要性も出てこなかったかもしれないわよね。森の中なら木に登れるような体の構造の方が有利になるから、その可能性は高いと思われる。生命体としての性質だけでなく、それを取り巻く環境が重要であるとするならば、恐竜が誕生する約2億年前までにも何度も地球環境の激変が起こっている。例えばどんなことが変わっているのかしら。現在地球上の酸素濃度はおよそ 20% だけど、古生代には 30% もあったのだ。酸素濃度は昆虫を含む節足動物の巨大化の要因であると考えられている。そんなに酸素濃度が高かったのね。酸素濃度が高ければ体が大きくても体内に十分な酸素を送り込むことができるから、昔の生き物は巨大化することができたって聞いたことがあるわ。そういうことなのだ。つまり恐竜が誕生したのは偶然の結果であり、さらに大きな目線で見ると、そもそも生命体が存在しうる惑星が誕生する確率だけでも天文学的であることがわかる。そこからさらに同じような生物が誕生するんだから、恐竜の誕生も人類のような生物の誕生も非常に小さな確率しかないのだと考えられるというわけね。その通り。僕たち人間にはまだまだ分かっていないことが多すぎる。恐竜が白亜紀の大絶滅を生き残ったらという仮説は、その信憑性がどうであれとても興味深いのだ。このような仮説の発表は学問をとても活発にしてくれるわよね。これからどのような事実が明らかになっていくのか、とても楽しみなのだ。今回の解説はここまでなのだ。ご視聴ありがとうございました。